ですね、今日は3月1日で、まあ、皆さんご存知のようにニュースを本当に賑わせてますよね。韓国のこと、それから、第五福竜丸が被爆したこと、今日でした。もう何年経つんでしょうね。まあ、そういうことで、もうこの3月はまず原発事故ありました。それから、東京大空襲もありました。それからさっきお話したように、マグロ船が被爆したということで、3月は平和を改めて考えるという、イラク海戦もあります。そうですね、もろもあります。まだ言えないこといっぱいあるんですけども、時間の関係上、今3点に絞って、今日はですね、原発と核、それから被爆した私たちがどうした、被爆した方たちを私たちはどういうふうに支援していくんだろうか、支えていくんだろうかっていうことを改めて考える会とさせていただきます。お手元の資料をちょっとご覧くださいませ。今日はですね、皆さんがたくさんの資料を持ってきてくださって、まあ、主催者側では資料を用意しなくてよかったのかなというくらいな感じ のボリュームでございます。ありがとうございます。私たちここに今集っている私たちはですね、みんな同じ同志を心に秘めて、これからまた国政、それから都政、それから各行政区へと の政治を睨みつつ、活動していきたいと思います。よろしくお願いします。今日ですね、後ほどご紹介しますけども、まず登壇者の方が何人もいらっしゃいますので、まあ、その方たちのお話を伺いながら、もうフリートークでどん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 質問の時間には質問してください。そして意見言いたい人は意見言ってください。今日のですね、登壇者を紹介させていただきます。この冒頭にお配りしたチラシの下からいきます。福島県の原発事故避難者であり、そして避難の共同センターの共同世話人の松本さん、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。はい、では避難の共同センター、そして後でちょっとマーク出てきますが、ハイヒンコの事務局長も務める瀬戸さん、はい、よろしくお願いします。それから弁護士の宇都宮源治でございます。宇都宮さん、お願いします。それからなんとですね、チラシに書いてありますが、今日は映画監督の鎌中ひとみさん、いらっしゃいました。ありがとうございます。それからルポライターの、吉田さん、後ろにいらっしゃいます。はい、黄色いセンターで元気よくいらっしゃってくださいまして、ありがとうございます。後ほどまた前の方に出てきていただいて、お話を伺うことにします。では、ここからの時間ですね、ご登壇者の方ぜひ前の方にお願いします。始めます。お願いします。避難の共同センターの瀬戸です。今日もね、実は埼玉の方に行っていて、で昨日避難者の住宅問題のホットラインをやっていて、そのホットラインをやる前からこの1月以降避難者 その緊急の相談が増えてます。で今日もその埼玉の方で、松尾さんと一緒にその緊急 その個別相談をして、今後その方の支援をどうしていくのかと、その支援計画作りに行ってきて、その帰りに来てます。でこの間ずっと避難者のところに対して その状況を聞いて、どのようにね、一人一人の問題に対してその解決しなきゃいけないのかということがあるんで、今日のパワーポイントは実は1時間半バージョンなんですよ。で1時間半を20分に決めると非常に困難なんで、今日は直近の話にね、ちょっと集中してやりたいというふうに思ってます。ちょっと座らせていただきます。で僕はその反貧困ネットワークのですね、その状態が非常に大変で、もう宇都宮さんの顔を見てですね、これはもう裏方やるしかないということも含めて事務局をやってます。で昨日ね、その避難者の問題とその反貧困ネットワークのところに届いているストレスで、大体みんな死にたいと、その死にたいとその声が届いてしまうと、こちらはその何とかするしかないと、そういう問題も含めて本当にこの避難者問題とこの貧困問題 その対応がね、ほとんどやっぱり似てきてしまっていると、そういうことも含めて話をしたいと思います。でこれはちょっと見ておいてください。ちょっと今日できないんで、で今その直近の状況で言うとですね、2年前に原発 その区域外避難者、いわゆるその自主避難者と言われている人たちの住宅無償提供が来られました。そこから2年間が経過しました。でその中でかすかに残っているその支援策があったんです。
で、一つ目がちょっと丸になってますけども、比較的その収入が低い民間賃貸住宅に避難している人たちに対しての家賃補助、今だいたい全体的に1万2000世帯ぐらいが区域外避難者です。そのうちの6000世帯ぐらいが民間賃貸の住宅に避難をしている。そのうちの2046世帯がこの家賃補助を受けています。その家賃補助が今回の3月いっぱいで打ち切られます。もう一つは、あの東京でいうと今日高等のメンバーも来てますけども、国家公務員住宅に避難している人たちが2年間のその期限付きでその居住延長が認められています。その国家公務員住宅の避難者のその居住期限も終了し、3月いっぱいで退去しろと、そういうその状況下です。この2点が今直近のものです。ただこの2番目の富岡とか浪江とか出てます。昨日僕が一番最初に朝対応した避難者はこの方でした。2年前に区域外避難者の住宅無償提供が切られたんだけども、今年の3月でこの地域についても無償提供が打ち切られていて、例えば民間賃貸に避難しているこの地域の避難者は4月からは自分たちで具体的に居住については決めろと。で、昨日の避難者で言うと、その民間賃貸にいるんだけどもどうしたらいいのか。で、昨日やり取りをしながら、その福島県ともやり取りして、その方についてはその大家さんがたまたまね継続して貸していいということになりました。だけども逆に言えば、大家さんが継続して貸す意思がないというふうになった場合は出なきゃいけないんです。そんな状況が今日3月1日であと1ヶ月ですね。そういう状況です。で、ここにも後で出てきますけども、国家公民住宅で130世帯います。その方のその4月以降の居住先が2月の中旬段階では 20% しか決まってないんです。で、今日のその個別相談もその関係です。4月以降どうしたらいいんだろう、そういうことのその対応に今その奔走しているということですね。昨日の夜8時に変わってきた電話も同じ状態でした。そういうことをちょっとね知っておいてほしいと。で、この政治との関係でいうと、まあその福島県がね、なかなか今日僕のスライドで言うとその国の責任が出てきません。それは何を言ってるかというと、この一番上に出てるように、福島県自身が避難者のその支援についてこれ以上しませんということを言ってるんです。で、その福島県の決定を政府が追認する。だから後でパワーポイントに出ますけども、その政府交渉をやっても全く何にも答えてこないと、国は。で、福島県は頑なに拒否すると。で、ダーッと言って、例えば今ね話題になってる放射線副毒物、これが今学校の現場で配布されてます。小松さん、板橋で配られたんだよね。はい、配られました、で、この毒音、この毒音がね、今各都道府県のその教育委員会を通じて配布がされてます。で、今僕が聞いてるのは大阪の豊中と原木市は配布を止めてるってことです。だけどもほとんどの学校で教育委員会の判断で配ってますと。で、これは要するに文科省と福島県が一体となって、その福島のその放射、ね、その原発被害については影響はないとということをね、基調にしてこういうその副毒音が配られていると。ということは、避難者の避難の根拠はね崩れてるわけですよ。だから
僕ら自身がその福島県にもこの間ねずっとその健康省とか自民党やその公明党や与党も含めてやります。でなんとね国民民主党だとかいろんなその国政でいうと野党そういう人たちも含めてなんでみんな帰ってこねえんだと、ね、そういう話になってるんです。だから僕らこういう集まりでそういうことに対して問題意識を持っている人たちなんだけども、福島に行くと9割ぐらいが政治で言うとねなんで帰ってこねえんだと、もう福島はねみんな人が住めるんだという話になってるんです。でそういう関係の中で先ほど言ってるようにねその支援のその打ち切りが強行されるとそういう実情です。でここで出てくるのはそもそもその住宅の無償提供やその甲状腺の問題とか検診の問題とかね雇用の問題とかそういう問題については2012年の6月に原発事故子ども被災者支援法という法律で支援することを決めたと。だけども2012年12月に安倍政権ね、佐藤君が一番嫌いな安倍政権ができてですね、ね事態が変わるということですね。でこれでその3点目が福島県が自らその避難者の支援の終了を明言していると。で問題は福島県の要請があれば支援はしますというと実は国は言ってます。だけど福島県がもういいんだということを言ってるのが今のその現状です。多分皆さんはねこの半分ぐらいの人たちがこういうその現状にあるということについて初めて聞くんじゃないかと。そうした時に福島県のその支援の終了の理由1点目が福島県では普通に人々が暮らしてるんだと、区域外の避難者だけを支援するわけにいかないと、公平性だと。で2点目が原発事故から7年を経過してると、そろそろ事実をお願いしたいと。あの家並みの3月号に出てますけども、あの表題がねついてますね、期限を決めた事実の強制で福島県や国が事実の期限を決めてるわけです。そういうことです。でもう一つはこれはその水俣だとかいろんなその公害問題でも似てますけども、徹底して避難者の実態把握についてはしないと。今日別のスライドに出てますけども2016年10月以降実はその避難者の数は調べていません。数も分かってないんです。でこの間僕らがその交渉をやっても頑なに実態把握はする予定がありませんと。だからちょっと待ってね。でこういうような調査をこれは新潟だよね、これは東京だよね、こういうような避難者の実態把握を避難先の都道府県がするしかないということなんです。例えばその福島県はもう 帰っていいと、帰れ帰れと言うけども、実際はその 80% の人たちが県外に避難をしています。例えばこれは今日ね東京なんで、その事実をお願いしたいと言うけども、月収10万以下の世帯が全体の 22% と避難する、20万以下の世帯が過半数を超えているとですよね。でこういうその収入の増減、そういう構造が見えてきます。でもう一つは実態把握をしないと。で先に支援を切るんですよね。先に支援を切って今何を言ってるかというと、避難者の支援については個別の状況に応じて個別に支援をするんですよ。これどっかで聞いたことはあると思うんですけども、僕らが支援していて今一番しんどいのが、あの貧困問題で生活困窮者自立支援法というのがありますね。そうした時に
あの法律ができた頃に一番ねやっぱり問題になったのは給付型の支援がないんですよね。だから避難している人が例えばガス水道が止まりましたと、そうした時に小口でもいいからその緊急の貸付金を出すとかね、そういう制度が全くないわけです。だから避難者が個別に相談行ってもその自治体や福祉の関連の職員が怠慢なんじゃなくて制度がないわけです。で先ほど出ていたように避難している人たちは原発事故から8年経っていて一方で自立をしていると一方で自立をできないと、まあ、大きく分かれています。であんまりそのスライドを使っても20分しかないんでできないんだけども、これはですね、こいつもね、こういう状態になるわけです。これは2年前に必要です。だから今国家公務員住宅から出て行ってくださいと、で早く住宅の返還届を出してくださいと今話が来ています。毎日その避難者に対して退去の電話が来ています。で高等のねその住宅である人が言ってましたけども、もう出るしかないよねと。そうした時にこのスライドは去年のデータです。2年前に住宅の無償提供を終了して川崎の雇用促進住宅に来ました。で出ろと言うからもう出るしかなかったと。で1年後に代々木公園で発見された、発見というかね急に通報があった、通報というか僕の連絡があったんです。所持金5円の状態で連絡が来たわけで、そういうようなその避難者が今でも出かけてるなと。でこういうような避難者がいるんです。今福島県は出てってくださいと。で今日も福島県とやり取りしたけども、その4月以降の住まいについては十分その確認をしてないんです。とりあえず出てってくれと、そういうようなことが起きていると。で彼の場合はその渋谷区役所で待ち合わせをして、その日に、区役所で申請をして、で、中野区の方に移して、僕自身もそのシェルターに一緒に行ってその、ね、生活保護に持っていると、そういうようなことが今でもその進行しかかっていると。ですから先ほど言ったように千代の目住宅でいうと80世帯いるんだけども本当に2割しか決まってないと。で今日ちょっと話をしたらみんな追い出しやってるから、ある避難者はその年収その大体その350万ぐらいで、その、ね、なんで俺そこに決めたのって言ったんだけど、家賃12万5千のところに無理やり契約したと、そういう状態です。だってもう何でかというとね、うん、毎日電話来るんだって、うん、もうそのことに耐えられない、そういう状態ですよね。で僕らがその松本さんとも一緒に行ったんだけども、今 NPO 法人のもやいね、もやいさんと一緒にその居住支援で一緒にねその物件に同行して、何度かそういうことも起きないようなね安心して住める住まいを探したりとか、そういうことを僕らがやってると。で今日も行った中身についてはそういうことです。その場でもやいの土田さんに連絡をして、そこで具体的にその入れる物件はないかと。だけども福島県はとにかく出てってくれという話ばっかりです。それが今日の僕の昼間の状況です。でもう一つはこういう状況を2年前に起きたんです。これは青木美久さんが地図からね消された町で詳しく紹介をしてます。でこのことは本当に今でも無念です。で2年前の5月にあるお母さんが自殺をしました。でこのお母さんも僕自身がずっと支援してきていて、雇用促進住宅を出されると。で2人の子供さんがいて、その2人の子供さんを大学に上げるために頑張っていたんです。
文京区でね働いて、でそのお母さんは2012年の8月に郡山から避難すると。確か集団疎開裁判の原告だよね最初のね、ですよね。だけどもその避難の当時からご主人の方から、なんでお前はこれ書いてね、なんでお前はその避難するんだと、誰もねその普通に暮らせるじゃないと、そういうことを耐えながら一生懸命働いてきた。だけどもそういう日々の中で避難してから5年目かな、そこで体調を崩したと。だけどもご主人は DV を繰り返すと。でその彼女がそのご主人にその精神病院に入れられてしまって、精神病院から僕の方にツイッターを通じて連絡が来て助けに行くと。でこれを何で紹介したかというと、今具体的に僕は相談で持っている中で母子避難で結果的にね離婚をして、で貯金を使い果たしていて、もうどうしようもないと、辛いんですと、死にたいんですというね避難者が今でも僕のね近くにいる。だけどもそのお母さんに対して全部その経済的支援を切ってるから、どんどんやっぱり貧困になっていたりとかうつ病になったりするんです。でこういう構造がこの3月いっぱいのいろんなその支援の打ち切りの中で、絶対これはね放置していたら繰り返してしまうということですよね。でこういうようなその生活保護の対応もやってます。これは棚沢明子さんが、今回新刊で出してますけども、そのところに出てくるお母さんです。もう役所に行ってもその役所の福祉の窓口の職員は避難のことについて理解してないから、ね、生活保護の申請を却下してしまう。で僕らが入って生活保護の申請を通すとかね、こういう実情にあります。でこういうそのお年寄りね、お年寄りの問題とか、でもう一つはこういう問題があります。その郡山で、路上生活の人を保護してます。避難とは直接関係ないかもしれないけども、福島にはその原発事故作業員がたくさんいます。でいろんな釜ヶ崎とかいろんなその寄せ場から連れてこられてます。で多くの人が結構の比率の人が精神的な障害を持っているとします。そのことが発覚したときにその業者は労働契約を打ち切ります。でその宿舎から労働契約が切れてるから追い出したわけです。で彼の場合は去年の11月にその労働契約が一方的に切られて路上に出るわけです。だけども彼の場合は愛知県の笹島から来てるから片道切符で来てるわけです。で帰れなくなっちゃう。で JR の福島駅にで寝ていた。JR から追い出されると。歩いて郡山駅に来て路上生活をすると。で彼は5人ぐらいのその路上生活の人たちとのコミュニティがあって、具合悪くしていて、でその路上生活してるメンバーのリーダーから連絡があって、こちらその緊急保護に入ると。そうした時にその福島県や郡山は一切のシェルターがない、一時生活支援の施設もない、だからその救援をできませんと言ってきたんです。でこういう問題が全てその放置されたままで福島の今の復興が進んでいるということなんですね。だからそういうような実情が本当にねあります。こういうことですね。国は福島県は7年を経過していると申し上げているのでね、強烈な違和感を持ちます。大体僕がそのお会いしている避難者の人たちはほぼ8割9割はうつ病とかですよね。でさっき言ったように死にたいとか、ここに出ていますけども、57.7% が PTSD だとかありますよね。その寄り添いホットラインのデータでいうと自殺燃料が大体 20% です、避難者全体で。そういう中で避難者は
の今本当に大変な人たちについて言いますけども、その避難したことに対してのこの世の中のところについての見方で言うと、自己肯定感というよりも自己否定をされたという思いですよ。避難をしたと、だけども東京に来たと、だけどもほとんどの人たちが非正規です。で、非正規でよく聞くと非正規労働で働いていたんだけども、結果的にその病気になってしまって仕事を辞めてしまったと。で、その人たちは一生懸命その自立をしようとしてきたと。だけどもこれはその貧困問題とも同じように、この社会がやっぱり冷たい社会なんで受け入れられない社会になっていると。そういうことだから、その事実からどん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 その遠ざかってしまう。そうだね。だから当事者自身を安定的に自立させるようなものではないから、どん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 その精神状態が不安になっていくと。だから僕自身は年数が経てば経つほど、こういうその状況を放置するとますますその被害者たちの状態は悪化するんではないかと思うと。で、先ほどその年収問題出たけども、年収問題解決しませんよ。これもいい状態になると全く思わない。で、ここに書いてあるけども、もともとそのためがないから、ね、ちょっとした日照りで作物が枯れてしまうと、これと全く同じ状況です。でね、本当これと比較すると、僕はあの韓国のいろんなね勉強をちょっと若干してるんで、なんで日本社会はこうなんだと。いろんなヨーロッパもそうだけども、どの地域その社会行っても、逆にね、まずその避難者もそうだし、その住まいの貧困で勉強すると分かるけども、まずね家を提供して、まず安心できる住まいを提供して、そこから具体的にその自立に向けた支援がされます。だけど日本の場合はこの全く逆をやってると。8年経ったんだから自立してほしいと、だから住まいから出てってくださいって話になってるんですよ。ですよね。今そういう話ばっかりです。で、4月以降民間賃貸の人たちも家賃の補助が2万円切れますから、今こういう話を聞いてます。この4月で2年前の応急仮設住宅の無償供与が終了してるから、一斉に更新料の請求が入ってます。だ、みんな資金礼金を払ってくださいと。だからその何人も聞いてんだけど、みんなカードローンなんですよ。聞いたらカードローンでお金を借りて、なんとかしのいで今の住宅に住めるようにすると。そうなると4月以降になると、その家賃の未納多重債務のその状況が起きてくると。そんな状態ですよね。その多重債務の避難者たちも結構います。僕はその避難者支援していて、大体 10% 以上生活保護ですね、今聞いてるとね、そんな状況が起きてる。そういうことなんで、今ね一生懸命日常的にサポートしながら、なんとかね先ほどのその住宅支援の延長を求めてるんだけども、まあ僕自身は今の政権とか今の福島県の姿勢である以上無理だなというふうに思っていると。なんとか民間のね反貧困ネットワークで作ったネットワーク力を生かして、なんとかね安心したその住まいを提供すると。で、今日の人たちもそうなんだけど、本当仕事を失ってるんでね、仕事まず家を、今日も言ったんだけど、まず家を作っていって、時間をかけて就労支援をしていこうとかね、そういうことも含めて今やってる最中。ちょっとねこの現状だけ先にね話をさせていただいて、あとはセッションで以上です。はい、ありがとうございました。その一斉にね3月いっぱいで退去しようって話なんだけども、本当に僕自身が非常にまずいなと思ってるのは、病気の人とかそのかなりその強いね
その精神障害がある人に対しても一方的に出してます。だからその支援に行くと、これはね、医学的に出しちゃいけないの。だけどもそのことについては一切聞かないんです。そういう事例が多いです。僕としてはその全体的にその支援の打ち切りについては反対するけども、その中でもそういう人たちに対してね、一律で同じような切り方をするのは絶対おかしいんだということを言ってます。で、僕らがサポートしているのはそういう人たちのやつが多いと。で、彼らはよく知らないんです。それだけちょっと言ってます。はい、三浦さん、最初、事故が起きてから原発の避難区域の方たちっていうのは、はい、まあ、ある程度 の, その支援っていうか行政の保護っていうのに対象になりましたよね。そうじゃない、自主的に避難された方たち の,、その生活のあり方ってずっと追ってらっしゃいましたね。どうでしょうか。はい、はい、その説明をお願いします。私はですね、原発事故から1年後にですね、埼玉県の方で、交流会を開こうと思って始めたんですけれども、もう私は本当に瀬戸さんはずっとこう反貧困の活動してこられているので、いろんな知識がある方なんですけれど、私はですね、本当に市民活動を全くしたことがなくてですね、公民館の取り方一つから全くわからなくて、いくらぐらいで借りられるのかなっていうのを調べるところから始めたような、本当にごくごく普通にというか、のほほんと暮らしていた子育て中の母親でした。で、ただこう本当にこう原発事故の問題がものすごく周りとシェアしにくい問題だというのをすごく感じていて、私自身も2歳と5歳の子供がいたんですけれど、怖いんだとか逃げたいなとか、そういうことを周囲に話せなかったんですね。だから一緒に誰かとその交流会みたいなことをやろうっていうことも周りと本当相談できなくて、本当に一人で始めて、でやっぱりそこでこう来られた方、私はもともと自分が埼玉県から避難しようかなって悩んでたぐらいだったので、割と母子避難っていうのも最初から想定していたんですね。ところが最初に来られたお母さんが3歳の女の子と一緒に来て、最初に言った言葉が私は避難者ではないんですけれどもいいですかっておっしゃって、でそれは要は政府から避難指示が出ていないので、被害を誰が自分が被害を受けた避難者であることを認めてくれるのかということをすごく悩んで、支援物資ももらっちゃいけないんじゃないかということを思っていたんですね、そのお母さんは。で私もむしろそういう方がいらっしゃるだろうというのは最初から思ってたので、すごくびっくりして、いかにそれだけこう周りに理解されなさを抱えて孤立した中で、私は本当に1年後にやっと交流会を開いたので遅かったなっていうのはすごく反省したんですけれど、ね、特に埼玉県の避難されている方の割合っていうのが、まあ、有名なんですけどね、双葉町の木材高校に避難された方がいらっしゃるように、避難指示があった方が8割ぐらいいらっしゃったんですね。で避難指示がないところから避難をした方っていうのが少数派だったので、例えばこう避難者さんの集まるところというのは事故直後からもいろんなところで開催されてましたけれども、そういったところで例えばどこから避難してきたのって言った時に、こうちょっとこう何気ない一言ですごく傷ついてしまう。さっき瀬戸さんがおっしゃってましたけど、こう、ね、精神的に何かこう病気を抱えてしまうきっかけにそれがなってしまう。ほんの一言がそれで傷ついてしまって、自分がここにいてもいいということを誰も認めてくれないっていう中で、たった一人で子育てをして本当全部一人でやらなきゃいけない、本当に最初の2年3年ぐらいに出会った母子避難のお母さんの本当に大げさではなく 7、8 割の方が本当不眠だったりとか、本当にうつの症状が出ていたりとか、
難聴にちょっと突発性難聴になっちゃいましたとか、円形脱毛症になりましたとか、本当それは ありました。で今の状況っていうのは本当に大変な貧困の問題を抱えている方っていうのは、今瀬戸さんとか松本さんとかが本当毎日のように、もう私も頭の下がる思いですけど、奔走してらっしゃるんですけれども、そういうところからこう本当になんとかこう生活再建をしていかれた方もいれば、まだ今も母子避難をして、じゃあいつまで避難を続けるか、子供が何歳になったらなのかな、戻るのかな、それともこっちなのかな、じゃあ夫はどうしようかなって思っている方で、もう一つがやっぱり本当生活困窮に陥っていらっしゃる方、それぐらいこう本当に多様化していて、これだけやったらきっと救われるみたいな、その何かこう一つのことで何かが解決するっていうのがないのが今なのかな、そのきめ細やかなところを本当に瀬戸さんとか松本さんとかで今やってらっしゃるんだと思っています。はい、はい、ありがとうございます。どうでしょうね、なんか今のキーワードとしてはですね、いくつか出てきたんですけども、特にお子さんを持つご家庭にとってのその避難生活と言っていいんでしょうかね、東京あるいは都心で住む、都心あるいは、人によっては関西の方に避難されている方もいらっしゃいますけども、まあ、当事者としてどんなふうにこの数年を過ごしていらっしゃったかということについて、松本さんから、まあ、共感できる部分、皆さんのその当事者の皆さんの共感できる部分、そのあたりを教えていただきます。こんばんはって言った方がいいですね。私はですね、福島第一から60キロ離れた郡山市から、当時12歳の娘がいて、私も本当に原発に関しては全然知識がなかったんですね。でも1号機3号機と爆発するのを機に、東京にいた妹から連絡が入って、とにかくその12歳の娘を避難させた方がいいんじゃないかということで、私を避難をさせて、自分は仕事を再開するっていう感じでいたんですね。そのうちに行政が、60キロですから区域外、避難指示が出なかった郡山市が行政で中学校、当時12歳でしたけど、中学校に行くっていうことで、もう全部用意してあったので、制服も全部カバンも全部用意してあったので、行政がもう中学校入学式が始まりますということを機に4月戻してしまったんですね。それをすごく私は悔いていて、その4月戻したと同時に状況が変わってきて、郡山市の中が、郡山市はどちらかというと、区域内避難者が、私の自宅の周りにも高校の体育館とかに皆さん避難していらっしゃった、受け入れ体制を取っていた地域と言っていいのかなんですね。でもう郡山市福島市の中で状況が変わってきて、子どもたちが頻繁に鼻血を出しているという状況から、私はちょっと医療関係に携わっていた経験もあって、もしかするとこれは初期被爆かもしれないということで、いろんなことを調べるうちに、自分の家もかなり外貨カウンターで初めて借りて測りましたら、かなり高くって、玄関先が 2.7 マイクロシーベルトあって、自宅の2階も 1.2 当時で、そういうふうにしているうちに、まだ私そこでも避難をするっていうことはちょっと考えてまだなかったんですね。いろんな、とにかく情報を自分で調べて、そのうちに自分の娘が鼻血を出すということになって、もうあたふたと、やっぱりこれはダメだということで、そういう中、神奈川の民賃借り上げが借りれるっていう情報を7月に知って、私は とりあえず夏休みを待たないうちに、またその娘を東京に避難をさせて、私も、おいおい
神奈川の民賃借り上げに申し込みながら妹を頼って、8年を迎えようとしているんですね。で初めからその行政がですねきちっとした判断で、その区域内区域外とかっていうそういう情報ではなくってとにかく高いんだから一旦避難指示を出してくれたら子どもたちだけでも、妊婦さんだけでも避難をさせてもらえたらこんな状況にはなっていなかったんじゃないかなと思っています。で今瀬戸さんがずっと本当に詳しくそれこそ瀬戸さんとは2016年に出会ってで本当にこの住宅の問題は2015年から2016年の3月で民賃借り上げを打ち切るっていう問題が発生した時に絶対これは多分戻れない人がいるし住宅の無償提供が打ち切りになったら大変なことになるということで避難の共同センターが設立されたんですね。で私は本当に不公平でみんな避難して本当に状況がどういうふうになってるのか防災をしながら余震が強い中とにかく避難はしなくちゃいけないっていうねみんなちりぢりバラバラに多分避難をしたんですね。あの時で確かに避難をできなかった人もいます。それは情報が全然行き渡らずで福島っていうのは私の考えではそのネットがすごく盛んではないんですよね。たまたま私はネットでその3号機の爆発の様子をアメリカが映したものを見てでかなり大変なことになったっていうのをどん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 分かっていってそのネットでいろんな情報を知ってでやはり行政っていうか国が避難指示は出さなかったけれどもやっぱり高いところがあるんだっていうことにどんどん気がついていってみんなそれぞれ多分今避難してる人関東方からも避難してる人もたくさんいるしこれっていうのは、ずっと1年1年こうやってやっていくうちにこの日本というのはその住まいに関してきちっとした施策が取られていないこの災害が多い日本が災害住宅をきちっと確保できるような仕組みになっていれば私たちはきっとこんなにこういうことをしなくてもまたここでマイクを持って話すこともなかったんじゃないかなと思っていてでなお瀬戸さんとこの反貧困の横浜の寿町に出かけたりしながら本当にだんだん現実が見えてくるんですね。本当にこの住まいっていうことがいかに大切かそれを今その国もして加害者である東電も責任を取らずでまして福島県までがその避難の権利を認めずそして住宅を奪うっていうことが今すごく繰り広げられて私たちは2年前に経験しましたけど今今度は区域内の指示が出た避難者がもう安全なんだととにかく復興庁で今コマーシャル流れてるかどうか、知ってください来てください食べてくださいとコマーシャルで流してますがふざけるんじゃないよって私は言いたくなってしまうんですね。福島第一はまだ収束してませんし汚染水問題もそうですしあと最終処分場にしても全然決まっていないそういうところで今度その何て言うんでしょうね避難をしなさいと言った人たちまでも今度住宅を奪われ帰還政策に走っているで本当に自立できない、私はおかげさまで、パートナーが今も支援をしてくれている関係上なんとか避難を続けています。でいつもこういう感じになるとある人から小園さんはいつになったら帰るんですかって私も言われるんですね、そうすると、3.11 以前に戻してくれるんなら戻るでしょう
で今本当に施策として先ほど言ったように原発子ども被災者支援法が本当に、まあ、かろうじてあの2012年にできたあの法令がきちっとできていれば、まあ、避難をした人も避難をできなかった人も一旦避難はしたけれども戻った人も等しくきちっと施策を受けられるあの法令がきちっと今もうできているんであればこんなことを言っていず、でこれからまだあの福島がまだあのなんて言うでしょうね、もう地震が来ないって誰が保証するんでしょうね。もしかするとまた来るかもしれないし、あそこ の1号機2号機3号機4号機にしてもまだ全然きちっとできてない状況で、先ほどのように除染作業員が本当に被爆労働者としてかなり、今度外国人までが入っていくとなるとこの日本はかなりの犯罪国になるんじゃないかと私は、まあ、私個人としては思っています。でやはり今瀬戸さんとずっと関わり合ってきて、初めに避難した人たちはみんな自立してそれぞれに避難をしてそれぞれに自分たちであの前を向いて歩いているんですが、かろうじて今本当に立ち上がれない人たちを国が守ってくれない、まして福島第一が収束したかのように言っていること自体に私は声を上げていかなくちゃいけないと思って、今何ができるかわからないですが、とにかく今あの3月で打ち切りに追い出される立ち退きっていうか退去届けでどうしようどうしようと噂をしている人たちに、私たちがどのくらい国や福島や東京電力に声を上げていけるかと今は思っています。ありがとうございます。松本様の、ね、本当に辛い体験は本当にありがとうございます。ありがとうございます。結構ね重い話で、私たちの2011年の3月をから以降のことをですね、今振り返りながら蘇りながら今お話を伺いました。ありがとうございます。小島さん、今までのところでちょっと変な振り方ですけどコメントありましたらお願いします。私はちょうどですね、2011年3月11日の時は日本弁護士連合会の会長だったんですね。それで、まあ、私が入ってる霞ヶ関の弁護士ビルもですね、会長室は16階ですけど相当揺れまして、震源地が東京近辺じゃないかと思ったんですけど、後からテレビ等で三陸沖だということでね分かって、それで東北の弁護士さんなんかと連絡取ったんですけど、ほとんど連絡取れなかったですね。で、まあまずですね、弁護士会としては、避難者を被害者を支援しなきゃいけないということで、当時新幹線は全部止まってたんですけど、仙台や岩手にはですね、いろんなルートを使って、仙台に行くときは、山形空港で降りてバスで仙台市内に入ったりしたんですけど、それから福島も新幹線ストップしてたんで、新宿からですね、福島市内に入って避難されたりの方のお話を聞いたり、して、まさに事故当時のまあ被災地の状況とかですね、そういうのを思い出します。それで日弁連がまあ基本的に真っ先にやったのは、たまたま私が日弁連会長の時は事務総長は海藤雄一さんといって、原発訴訟をずっと手掛けてた人で、原発問題に非常に詳しい人だったんですね。それで原発問題について政府の政策、甘い政策を厳しく批判をしてですね、まあ、先ほど の避難の問題ですけど、基本的には通常の、レベルでは年間1ミリシーベルト以下にならないと、
その生活ができないというのは、これは国際的な一般的な考え方なんですね。ところが当時も文科省なんか20ミリシーベルト以下であればもう、子供をですね運動場で遊ばしているとかですね、そういうのは出たんで、その厳しく批判しました。それから私が会長を終える前後に、先ほどの子ども被災者支援法というのを日弁連も一緒になって提案して、これ立法化したんですね。でこの、考え方の肝っていうのは、その避難する人と避難されない人がやっぱり分断が起こらないようにですね、避難するかどうかっていうのは避難者自身の自己決定権があるんだと。そしてもちろん避難、しなかった人、避難した人に差別的な取り扱いしてはダメだと。そして避難する人に対してちゃんとした住宅保障とか生活保障ですね、それを国は東電はもちろんそうですけど国はやるべきだと、まあ、そういう法律の構造になってるんですけど、当時自民党と公明党は野党だったんですね。それで民主党政権下だから、どちらかといえばそれを一生懸命作るために頑張ったのは民主党のね、今福島の出身、森雅子っていう人がいわき出身でいて、元弁護士でですね、貸金業法の改正運動ではかなり協力してくれたんですけど、彼女なんかが日弁連会長室を訪ねてきて、宇都宮さん、福島を助けてくれということなんですね。まあ、そういう要請もあって、私はまだ余震が震度6ぐらいの余震が平気で来て、バスは止まりながらもですね福島市内に入って、そして避難されている方の話を聞いて、まあ、これは大変な事態だということで支援対策をやって、でその分断を、まあ、それをいろいろ勉強するときはチェルノブイリ法とかですね、まあ、チェルノブイリ事故の後のチェルノブイリ法というのは、もっと素晴らしい法律なんですね。国のが責任を持って避難者の、住宅とか生活だけじゃなくて就労の責任なんかも負わせるような、そういう素晴らしい法律を本当は日本というのは真っ先に学んで、法制化すべきだったんですけど、ただ一応できたんですけど、それだけ一生懸命自民党の議員が頑張って作ったのに、この政権取ったら全くそれを実行しないっていうのはね、非常に無責任極まりないっていうのが一つ、今、思い出してるところですね。それからさっき の一味帰還の問題ですけど、必ずもう2020年の3月をめどに全ての住宅保障なんか残りの避難指示区域も打ち切れることになるんですかね、まあ、この前それを先に行って予定して皆さん準備してくださいって言ってるから、何を考えてるのかっていうのは、オリンピックの前にですね、この原発事故の問題とかそんなみんな終わったよと、それから被災地域は復興したんだということを世の中にアピールしようとする政策じゃないかと、思いますね。でそのためには避難で本当に困難を抱えている人を世の中に出してはダメなんですね。だから全くそういうのを無視して、本当は避難者の生活支援とか住宅支援は国や東電はもちろんですね、この前、先月ですかね、神奈川で判決ありましたよね、国と東電の責任を認める、司法の場では明確に国と、東電の責任が認められているわけですから、しっかりですね国と、東電は避難者の実態を調査して最後まで責任を持つべきなんですけど、なんかまあこの辺で臭いものに蓋をしようということで一切もう解決したと、そしてそういう避難者はいないんだということを世界に見せようとしているというのはじゃないかなと。それで、さっきの問題ですけど、ただ
国際的にはですね、今の日本の政策は厳しく批判されてます。でそれは昨年の10月ですけど、国連の人権理事会の、特別報告者のですね、トム・ジャックさんという方が、基本的には1ミリシーベルト以下にならないと帰還させるべきじゃないということを日本政府に、勧告しています。で、まだ1ミリシーベルトを超えるようなところに帰還を、させてはダメだと。それから彼は住宅保障の打ち切りは帰還を強制するような圧力をかけることになると、だから住宅保障の打ち切りっていうのは問題だというようなことを国連の方は言ってるわけですね。ところがこういう国連からの特別報告者の勧告を全く無視してる。まあ他のいろんな人権問題の勧告、まあ、今問題になっている従軍慰安婦とかですね、強制徴用工の問題なんか相当いろんなさまざまな、委員会から勧告を受けてるんですけど、もう日本政府はそういうのは全く無視してるんですね。で国際的には日本というのは全く、個人の人権を保障してない、人権を、無視する、そういう国家だと見られてるんですけど、その典型が私は原発事故の避難者に対する対応じゃないかなというふうに思ってます。でこの住宅保障の問題なんかはですね、本来避難者だけじゃなくて一般の生活をしている国民や市民に対して、基本的にきちっと保障すべきなんですけど、日本の、社会保障の中で一番弱いところですよね。住宅の例えば公営住宅なんかは全体の住宅の中のですね 1割までいってないですね。ヨーロッパあたりは住宅っていうのは基本的人権の一つだということで、国や自治体がちゃんとお金を出して低家賃の、住宅をたくさん作ってる。それから一般的に家賃の保証を、差額家賃のですね、家賃補助をやってるところが一般的ですけど、日本はほとんど家賃補助や制度を作ってる自治体はほとんどないですよね。だから今回神奈川に関しては若干1万円ぐらいは補助するという特別にあったんですけど、こういう避難者だけじゃなくて一般のですね、低所得者に対して家賃補助制度を作ってるというのはそういうところは一般的なんですね。まあ、東京都に関しても石原都政以降ですね、20年近く都営住宅を新しく1個も作ってないんですね。お隣の韓国っていうのは2011年からハクウォンスンさんっていう弁護士が市長になってるんですけど、彼は市長になってから8万戸の賃貸住宅を供給してるんですね。こういうことがお隣ではできてるのに日本は全くやってない。それは公営住宅をなぜ作らないかというと、民間の、住宅、建設住宅をやってる民間業者を圧迫すると、それから持ち家政策をずっと戦後日本の特徴というのは、働いてる、まあ、一般の国民に持ち家をさせるという政策、それをすることによって住宅、を供給する企業のに利益を上げさせると。まあ、そのために意図的に公営住宅を作らない政策をやってきたんですけど、その、ような政策がまあ一番今回、象徴的に避難者に対する住宅保障がまさに何もなされてない、そういうことに表れているので、本当は今回私は避難者に対してちゃんと向き合ってですね、避難者に対する生活保障や住宅保障をするっていうのは避難者の問題だけでなくて、日本の社会で生活している、生活が困難なんですね、経済的な、困難を抱えている全ての国民や市民に対する政策につながると思うんですね。まあ、そういうことを強く感じて、ただ非常に今の状況は瀬戸さんの話だと厳しくて、国もやる気がない、福島県もやる気がない、そうすると
まず、当事者それから支援する民間のレベルでですね、こういう支援活動をやりながら、この問題っていうのは終わってないよと、原発事故の被害者は全く、解決できてないということをアピールしながら、国やですね自治体を動かしていくしかないなと、いうことを強く感じています。だからそういう面で政治の貧困が象徴的に現れている問題じゃないかなというふうに思います。で、原発事故 の、 被害者というのは一般 の、 所得が困難な、経済的余裕のない人に対して、ちゃんと支援をするのは、国としてはそういう責任があるんですね。憲法25条とか13条、幸福追求権とか健康で文化的な最低限度の生活を保障する責任は国がそういう責務があるんですけど、それ自体もちゃんと形骸化してきてるんですけど、避難者っていうのは原発事故がなかったら避難する必要なかったんでね、ある意味では被害者なわけですね。そういう被害者に対しては普通の、人以上にですね、国や東電は責任を持って対応しなきゃいけないんじゃないかと思うんですけど、まあ非常に今の政治のあり方とか、まあ、象徴的に表れている切り捨て政策ですね、原発事故の被害者の切り捨てを進めようとしているということで、オリンピックで、ね、数兆円なんか金を使おうとしているの で、 とんでもないことなんで、そんな金があったらまず原発事故の被害者の生活支援をですね、手厚くすべきだと思うんですけど、そういう大きな政策に対してもっと脳を突きつけるような運動ですねが必要だなと、改めて今日瀬戸さんの話、松本さんの話を聞いて感じました。はい、ありがとうございます。本当ですよね。あと、2点ちょっとあるんだけども、はい、その僕にその2年前の住宅無償提供の時期の時に、やっぱり多くはその母子避難の人たちの支援が多かったんですよ。で、実は今やってる支援の中で一番その多いのは単身なんですよ。で、その高等の忍び住宅 の、 その避難者の6割が実は単身です。で、なんでそういう構造になるかですよね。で、ちょっとその言い方自身が非常に難しいんだけども、母子避難の人たちに対しては一定の基準さえ満たせば公営住宅に対して の、 その優先入居の資格があったんです。で、その単身世帯でいうと、その60歳を超えないと公営住宅に申し込みできないんです。で、完全にその住宅政策の欠陥が来てるんですよね。住まいの貧困に取り組むネットワークで森さんだっけ、直子さんに来ていただいた時に、そのシングル女子の居住貧困という問題がありました。で、独身女性の人たちが具体的に入居できるような住宅がないと、これがね。で、今日この間何回かお会いしてる中で、非正規のシングルの女性の避難者が多いんです。で、その年代を見ると天宮かりんがね、天宮かりんさんがね、言ってるようにロスジェネ世代、その人たちが当時原発事故があった時に20代で避難すると、30代で避難すると。そこで東京に来て避難してるんだけども、東京でその非正規だと、大体その14、5万しかないと、で、今回のその支援の時期の中で自分で住宅を探せと、そうした時にもうその住宅をね探す段階で貧困になってしまうという構造が実はめちゃくちゃ多いです。これは僕自身が昨年の年末ぐらいからかなり顕著にね気づいたです。で、ひどいのは福島県は、あなたは一人なんだから帰ればいいじゃないのと平気で言いますよね。
そこについて本当に非常にね僕自身は怒っていて、で要するにその母子避難はじゃあ行ってね、ちょっとごめんね、行ってそれをサポートするけども単身人たちについてはいいんだという話にはならないだろうということですよね。だから完全にその日本 の, その居住貧困の問題がその原発事故避難者の問題に全部かぶさっているということですよね。それと今そのスライドでね、じゃあ帰還っていうけども、うん、1月の終わりぐらいにずっと回ってきていて、じゃあ帰ってくださいと言ってるんだけども、じゃあ富岡の実態はどうでしょうかと。実は富岡町も今回の3月で県外に避難する人たちの住宅支援が終了になってます。でそうした時に富岡の帰還率は 5% で、これはね驚く数字なんだけど去年の数字と変わっていないんです。通常で言うと去年は 10% だったけども今年は 20% になりましたと。富岡の場合は変わっていません。でこれ800人帰ってきてるんだけども、何どこかな、809人ね、あ 3% だね。確かその中の430人ぐらいがその原発事故の後に来た人ですよ。だから原発事故前に富岡町に居住していた人は帰ってきてるのが400人に満たないんですよ。ということは原発関連の企業とかその原発作業員の人たちが新たに町を作ると、やっぱり子どもたちが帰ってきていませんと。でもう一つは飯舘村で、これ長谷川さんのところに行ってきたんだけども、こういう箱物がいっぱいあります。でこれが64億です。ですごいですよね、医療施設とかね、箱物がすごいんですよ。だけども立派な病院があるんだけども診療医が、週2回しかいなくて、その処方箋については隣の川俣町まで行かなきゃいけない。で今その復興でいっぱいお金使ってるんだけど、僕自身が非常にまずいなと思ってるのは、オリンピックが終了して復興庁がねもうある意味でその解体状況になっていった時にこの箱物だけ残るでしょ。その頃に飯舘村の菅野村長は引退して終わると。そうした時に夕張のように箱物だけ残って村のね村民は少ないから村の税収は全然入ってこないと、そういうような廃墟の、ね、村になりかねないと。それがねそういうの実情について全然やっぱりね今のその福島の復興の中で触れられていないなと。この2点だけ補足で。はい、ありがとうございます。帰還者数、帰還者数は瀬戸さんおっしゃった通り富岡今の 5% 800人という数字で出てましたけど、これ役場の職員の方に伺った時最後の最後まで借り上げ住宅に残られる方っていうのはやっぱり貧困問題を抱えていらっしゃる方 でそれが打ち切られたらどうなるかっていうと戻るしかない、選択肢がそれしかないで、私が聞いた話ではその3分の1ぐらいはやっぱり3分の1ぐらいしかもともと住んでた方がいなくてそういうお仕事で中に入ってこられた方で、戻る方っていうのは本当にその役場の方とか本当にそこでお仕事をせざるを得ない方か、本当にもう苦しい状況でそこに帰らざるを得ない方で、すごく町の構成がいびつになってしまうんだっていう話をしていただきました。でしかも学校とかねこういうふうにすごいの作ってますけど、今日もニュースになってましたけど来年度こうすごいタブレットとかね1人1台ずつ配ったりとか屋内プール作っても結局廃校に学校存続できないみたいな状況が、だからでしょ、だから言い立てはもう有名だけども、みんなその学校のねいろんなその無料でみんなそのタクシーも無料だと。でまずいなと思ってるのはその貧困のその貧困の家庭の子供たちは飯舘村に来てくださいと、おいおいおいって話だよね。じゃあ貧困の人たちを呼び込んでその被爆をね被爆についてのその強制をしながら、貧困の子供たちは集まれと、
そんなこと範貧困のところで許せますか。とんでもない。とんでもないね。以上です。はい、ありがとうございます。ここまで今まだ絡まなくて、村岡さんに全然すいません、まだ言ってないんですけど、ちょっと質問とかありますか。ぜひ。はいはい、どうぞ。ごめんなさい、マイクが。せっかくね、今瀬戸さんがすいません、行かない、医療の関係をお話しになったのね、はい、ちょっと私は事故直後のデータしか持ってないんでお聞きしたんですけども、お医者さんが、お医者さん、とりわけ開業医ですね、一番第一次的な国の体系でも一番ベースになる開業医は今福島県でどれぐらいですか。頭痛日減ったはずなんですけども、その後どうですか。これがね、避難のね、つまり福島県の現状をね、実にリアルに撤回していると思うんで、この間衆議院の議員会館でやった集会でもね、ちょっと触れたんですけども、確実にそこだけ調べてるわけではないんですけれども、開業医の方が戻っているのはすごく少なくて、やっぱり公共、もう本当市区町村でなんとか診療所を作ったりとかで、あとはその作業員の方たちが何でしょう、何かあった時のためにっていう病院っていうのは一応広野とかに有名な病院残ってたりとかしてたんですけど、税金でカバーせざるを得ない。税金でもそこも結局病院自体でお話を伺うと、病院もサポートされてなくて、広野に残った病院は民間の病院だったんですけれども、結局公営の方にはお金がガンガン降りるんだけれども、私立というか、個人病院とかにはなかなかお金が降りにくい仕組みがあったりとか、あと私、私がね、開業医っていうのはね、つまりお医者さんが自分で希望して自発的にその福島に住んで、そこで市民の医療を見るんだと、こういう人がどれぐらいいるかと、つまり病院とかその雇われでねやった、それはいろいろな大学での配置政策もあるでしょうし、医学部のねあるでしょうし、いろんな要素が入ってくるから、それでお聞きしてるんです。そこはね、経営は成り立たないですよね。いや、私が知る限りでは1件ぐらいですかね。特に浜通りは本当に戻らないですし、病院の問題でいうと、本当に事故直後から例えば緊急被爆医療の問題なんかは搬送先がなかったりしたんですよ。例えば事故があって何か被爆された方がすぐに運ぶ病院っていうのは決められてたんですけれども、その地域自体が全部避難になってしまったので、中通りに運ばなきゃいけないとか、中通りでも本当に緊急時はもう水、福島市なんか断水してたので、緊急で被爆した方を除染すらもできなくて、病院の中にも運べないみたいな状況があったりっていう、本当にその医療関係っていうのは事故直後も今もすごく不十分だと思います。吉田さん、その一件っていうのは、はい、富岡の今村さん。あ、そうです、今村さんじゃないところです。今村さんじゃないです、ね、そうですね。もしよろしかったら、マイクでぜひ、ね、あ、いえ、いいですか。いいですか。はい、ありがとうございます。戻れと言うんですが、その帰還したときに住む家、元の家に住めっていうことなんですか。で、よくニュースなんかで、ね、家がもうネズミの巣になっちゃってる、野生動物の巣になっちゃってる、ガラスも割れてる、で、そういうのは全くなかったとしても8年間締め切りになってる家ってもうカビだらけだし、普通に考えるとよっぽど補修しないと住めないですよね。そういう家のもし戻れって言われて戻されて、戻らざるを得なくなって、だけどそこを住むのに多分リフォームとかクリーニングとかそういうのはお金はどこから出るんですか。はい、どなたか。どこからも出ないよね。出ないですよね。ABR のところしかないじゃん。出ない。出ない。浜通りですよね。浜通りとか、区域ないんですか。ないの人か。それは今言ったの、指定、避難指定のところ、区域外指定の、避難指示のあるとこ、ないとこ。
だから両方合わせて、とりあえず両方どういう状況か、まあ、なければ多分、はい、出してもらえる。無場所は全くない状態ですね。あるところはね、まあ、リフォームしたりとか建て替えたりとか、まあ、ただそれで十分なケースもあればそうではない場合もあったり、まあ、それ本当に家族で多分状況違うと思うんですけれども、あとは避難指示があった浪江双葉、大熊、富岡、それから飯舘村もそうですけど、その周辺の避難指示があったところは町ごとに復興拠点というのを作って、本当にこうギュッとそこでこう集落を作って、その復興公営住宅に入るっていう方が結構多いかもしれないですね。はい、はい、もう一度ちょっと今の件で、うん、あ、そう、はい、今ね、その福島の地域別の持ち家の比率を今調べてるんだけど、みんなね、戻れ戻れって言うんだけども、みんなその持ち家なんでしょうかって話なんですよ。でね、僕がこの間やってる中身で言うと、戻れって言うんだけども、そもそも福島にいる時から、うん、持ち家じゃないと、うん、で持ち家率 66%、うん、ね、で高いんだけども、そのことについてはやっぱりちゃんとしっかりねデータを見ていった方がいいと。でそのこちらの方でその困難にその陥っている人たちのやっぱり多くがね、福島に家がやっぱりない、なのに福島県は帰れって言うと、どこに帰るんだって話してる。でその地域別にやっぱり郡山が大体 60% ぐらいかな、で福島市が高いのかな、そういうような数字を見ながら僕ら自身も見てたんです。お隣の方も関連ですかね、質問、関連の質問。あ、ひょときと申します。一言皆さんに聞きたいんですけれども、私は特に避難もしていて方に、来年の東京オリンピック楽しんで見てもらいたいということで、この何年間活動していたんですけれども、そのためにはどうすればよいでしょうか。住まいの問題とか、できれば、まあ、今のところで、まあ、2020年を迎えていただければと思うんですけれども、いかがしたらいいでしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっと今のご質問、今度これからのことについてですよね。はい、ありがとうございます。ではどなたか、それどうですか。2020年のオリンピックをどう思うかということですか。いや、オリンピックをオリンピックと迎えてほしいっていうか、楽しんでもらいたい。子供さんにとってはきちんと迎えていただきたいと、楽しんで迎えていただきたいと私は思います。どうすればいいでしょうかね。難しい問題ですね、これ。私個人の話で言うと、オリンピック、東京オリンピックの選手の方たち、本当に東京、日本で開催されるっていうことは本当にもう、まあ、昔の何年前でしたっけ、あの映像を見ると、まあ、選手の方にはすごく申し訳ないんですけど、私そんなことする前にもう何兆円も使って、まあ、小池知事 の、 1兆2兆みたいな話のことをこうずっと あるとね、やっぱり、まあ、子どもたちも確かにオリンピック楽しむかもしれませんが、
いや子どもたちに、私が個人はですよ、現実を見ていただきたいなっていうのは一つあります。私の個人はですよ。だって本当に先進国だって胸張って言える国ではないということですよ。もう本当にこう貧困で、それこそ私は、まあ、原発事故が起きなければ、避難もしませんでしたし、二重生活をして今も避難をしているということを考えると、そう考えているうちに、その先ほどの、もっと貧困している人たちがたくさんこの国にいるんですよね。その現実をやっぱり、みんなに理解してもらいたい。それだったらオリンピックなんか本当にここで開催して本当にいいんだろうかと、私は個人はすごく思っています。それであれば、そこにお金を投資するお金があるんであれば、やはりその今本当に退去届を出されてもううつ状態になり精神的不安定になっている人たちに、せめてその住宅だけを奪わない。それこそ国家公務員宿舎なんかボロボロですからね。ボロボロでもう最低最悪なところに住んでるわけですよ。いや本当に東京じゃん。いや、確かにいろいろ東京はありますけど、でも今本当にある一部分の国家公務員宿舎は本当にもう聞くと、もう本当にこの国の住宅事情はこんななんだなっていうふうに思ってしまうので、私はやっぱりオリンピックは、まあ、非国民と言われるかもしれませんけど、すごく反対です。ありがとうございます。ぜひここで玉坂さんにちょっと、はい、ぜひご意見伺いたいと思います。お願いします。ちょっと私もちょっとだけ発言させていただきますと、まあ、原発事故というものを起こして、それでその問題の根幹が原発がどうとかこうとかっていうよりも、そこからすごく多くの大量の放射性物質が拡散して、で汚染を起こし被爆を起こすからこそみんな避難を、ね、しているわけなんですよね。でやっぱりすごく今の国の意思というものがどこにあるのかっていうことを考えていくと、宇都宮さんがおっしゃったように切り捨てをしようとしているわけですよね。でその切り捨てというのは考え方が一体その根本的にどこにあるのかなっていうことを私ずっと考えて、まあ、8年経ったわけなんですけど、やはり、国民を被爆させても守りたいものがあるっていうか、本来その国民が一番大事で、国民の命を守る、生活を守るっていうことを真っ先にやらなきゃいけないんだけれども、今2つのことをそれに優先して守ろうとしていると私は思うんですね。でその一つは、まあ、原発をこれからも再稼働させて、で福島の原発もきちんとコントロールされて、だから日本中にまだある原発をできるだけ再稼働させていこうっていう原子力政策っていうのを守るっていうことが一つですよね。でもう一つは、まあ、先ほどからずっと、ね、今の質問にもあったように、オリンピックをやって、それはなんでオリンピックをやるまでに福島が復興していなきゃいけないのかって、そういう必要はないわけですよね。本当に実質的に復興していないのに復興していると言いたいために、いろんなこう間違った真逆の政策をたくさん積み重ねて、その原発の根幹の問題は被爆であり健康被害なのに、そこが全く語られない。今の日本社会でそこまで語ることができない状態が作られていて、それに付随する社会問題がどんどん複雑化し広がって、で私は今この自主的に区域外から避難した人たちが一番スケープゴートになっていると思うんですよ。つまり国家が一番切り捨てたい人たち、つまりその人たちが存在する限り福島に問題があるんだ、福島は帰れる場所じゃないんだっていうことが、その人たちの存在が訴えているからなんですよね。で実際私今原子力防災の映像を作ってるんですけども、避難させないっていう政策はこれからの原発の安全基準っていうか
避難基準にも適用されてるんですよね。で、原発から5キロ圏内は避難するけれども、5キロから30キロ圏内に関しては、まあ、とにかく避難対象は30キロ圏内しかないわけですよ。ね、で郡山は60キロ離れてるし、もっともっと放射性物質が拡散したっていうことは明らかなのにもかかわらず、今原子力規制庁が次の原発事故が起きた時にどうしたらいいのかっていう、そういうその規則はですね、国がみんなに敷いているのはですね、5キロ圏内は逃げる、だけど 5.5 キロちょっと超えたところから30キロ圏内の人たちは屋内退避してください、それで十分です、逃げる方がリスクがありますって言ってるわけですよ。つまり被爆させても逃がさないぞっていう政策が、福島原発事故からこの避難者の方たち、区域外避難者の方たちが勝手に逃げたと国がね決めて、でそれたちに対してひどい仕打ちをしているように、つまりもう次の原発事故ではそういう人たちも出さないぞと、で国の指示に従えと、で自衛隊の人たちにどう思われるんですかって聞くと、もうその国の指示に従うので5キロ圏内に関しては避難を指示するけれども、つまり支援するけれども、30キロ圏内までの人たちに関してはまずはそこに留まっていただくっていうことになっちゃってるんですよね。だから今その私たちがここでこうやって話している区域外避難、本当に自主的に健康被害を逃れるために避難した人たちに対して人権をこう蹂躙するような政策を今の政府がしているのは、まさしく何のためにそれをしているのかっていうことをちょっとこう突き詰めて いかないと、そこをこう転換させていくことができないので、もうみんなでやっぱりちょっとこの戦略、なんでそれやりたいのかっていうことをね、皆さんここにいらっしゃる方たちにも、とにかく現状は皆さんもだいぶ分かっていらっしゃると思うので、どうやって変えていったらいいのかっていうことだと思うんですよね。はい、ありがとうございます。その話にじゃあ後半行きますが、はい、その前にちょっとあれですよね、福さん、はい、今避難の話あったんでちょっとだけですけど、東海第二原発を最初に市長として反対表明した海野市長ってご存知ですかね、中市 の海野さんにちょっと先日お会いしてお話伺ったんですけど、やっぱり原発避難、その東海第二だったら96万人って言われてますけど、逃さない、絶対無理だと。で中市はですね、5万何千人いらっしゃって、バスが来ないことを想定して自家用車で逃げる。で今逃げれない、橋が落ちる、無理なんです。で実際中市はですね、高速道路の道路崩れてるんです、東日本大震災でも。で私今双葉郡の消防士にちょっとお話を伺って、ずっと去年の10月から取材してるんですけど、の方たちはやっぱ避難誘導をさせられた時に、やっぱり本当に何もかもが教科書通りにいかなかった。で中市の市長もその2段階避難なんて絶対にしない、でしかも、東日本大震災の前、福島の原発事故の時っていうのは1号機が爆発する1時間前にもうすでに放射線量高くなっているっていうデータも、上羽鳥という福多摩町のところのデータがあるんですね。でやっぱりこうスクリーニング検査をしていると、最初 6000CPM だったのが1万3000で最終的に10万になるんですけど、スクリーニングをした時にもう要は避難所に入れないんですよ、除染をしないと。でそれは基準を上げないと避難所に入れないっていう状況が生まれて、結局その、近くから逃げていかなきゃいけないっていう時に、中市でも一応想定としてスクリーニングをする場所を定めると。で今まあ少しそのスクリーニングって今までこう、ね、機械を当ててっていうのをある場所に集まってやるっていうことをやってたんですけど、今度はその道路のこっち側とこっち側にそのセンサーを置いて車ごとでスクリーニングをすると、そういう一応想定をしてるっていうんですね。ただそれをやるとおそらく、例えば福島第一原発だったら富岡町から川内村まで普段だったらまあ3、40分で着くところが4時間かかったとか、歩いて6時間、7時間とかかかったとかっていう証言がある中で、おそらく中市でそのスクリーニングをやった場合、絶対に全員自家用車で逃げたっていう想定で、もう数時間レベルじゃないと、数日レベルだと思うっていうふうにやっぱり中市の市長は言っていて、溺れていたら除染しなきゃいけないわけです。そうなんです。そうじゃないとそこから出られない、逃げられないのでっていうような話がありました。すいません。で
あとですね、その本当事故矮小化ってよく言われますけど、今もう矮小化どころか国の政策ってもうむしろ環境回復しました、すごいね日本みたいな話にしようとしてるって思うんですね。もう一つは基幹政策って言いますけど、やっぱり瀬戸さんの話伺っても、松本さんの話伺っても思うのは、基幹じゃなくてもうもはやもう自己責任、自己責任政策っていうんですか、もうそこでいいから、まあ自分で何か頑張ってみたいな。でそういう中ですごくこう語りにくさ、原発事故のこう語りにくさというのが作られている中で、私本当にこれは希望というか一つの希望だなと思ったのが、これ、すいません、お持ちの方いらっしゃいます？あ、結構いらっしゃる。今すごく売れています。これ表紙見ただけでも分かると思うんですけど、やっぱり福島県だけじゃない汚染っていうのを本当に全国 の市民の方4000人が関わって作ったデータなんですよね。で私自分自身がやっぱり周りにこう原発事故のことを話すときに話せなかったんですよ。何かツールがあったらよかったなってすごく思うんです。でもこれそのツールだって8年経って初めて思ったんです。これがあったら話せるかもしれない、誰かと会話ができるかもしれない。で環境回復の話にしようとしている今の政府のやり方なんて、これ一冊でもしかしたら違うねって話せるかもしれないっていう本があるんですよっていうのは、ちょっとはい、アマゾンでも、あ、インターネットでも公開してます。でもまあ紙になったのでね、これだとやっぱり持ち歩きができる。あとどういうふうに、で、どういうふうにデータをここにこう表示されているものを読み解いたらいいのか、どう理解したらいいのかっていうことの解説が、まあ、この紙の本の中には詳しくされているので、ただデータだけ見ただけでは普通の人はちょっと分かりにくいので、その読み解き方を、まあ、この本の中で分かりやすく書いているんですよね。なのでやっぱりこう被爆から逃れるために避難して健康を守ろう、生活を守ろうとしたのに、その真逆の状態を政府の政策によって作り出されているっていう現実がある。その根幹の一つは、私は政府が福島の人たちに対して逃げなくてもいいんだ、これくらいの放射線の量は大丈夫なんだって言ったことを受け入れたい、自分のふるさとは大丈夫なんだっていうふうに思いたいっていう、その心理がやっぱりうまくこう利用されて、それですごく複雑な現実がこう作り出されてしまったんじゃないかなと思うんですよね。これを僕も書いてるんだよね。それで、僕はこの問題でね、結構いろんな大学に呼ばれていて話をするんです。で、大学に行って思うのは、そのいろんな女子大とか行ってもね、その原発に対してどう思うのかって言った時に、その女子大生 の反応がないんですよ。で、意見がないんです。で、そのある大学に行った時に、女子大だからいるよね、そうした時はこれダメだなと思ったわけで、どこに今住んでるかって聞いたわけよ。で、ある学生が千葉の我孫子に住んでるね。で、僕は時々その大学に行く時にはこのマップのデータを持ってるんで、マップを出したわけ、さっきもね、ネットでダウンロードできる。そうした時に初めて自分が住んでる地域も、あ、線量高いなと。で、俺そのパルシステムで生協で働いているから、みんなこの3月になると福島は忘れないというわけね。で、4月になると忘れちゃうの。それでそうした時に、この間パルのにその委員会っていうの、運動の委員会があって、そこでやっていたのは、自分の各パルシステムの各生協の各都道府県の地域のその土壌についてみんなで考えようってことやったんです。で、自分たちが雇用をやってるね、その地域は本当に平気でしょうかという問題も増えて、で、そうした時に、そう、さっきね、今後どうするかって話にもね、呼び水になるといいんだけども、自分この原発事故はその福島の問題だけじゃなくて、我々のその地域の問題でもあるんだということをしっかり手繰り寄せていって、自分の問題だと、そうしていかないといけない、うん、で、関西に行くと関東からの避難者いっぱいいるから、そうだよね、うん、そうした時に群馬の政権なんかはさ、すごいやっぱりさ気にするわけよ、ね、群馬県内でめちゃくちゃ高くて、群馬県内の中で避難したと、
池見村のね堀越君がそうだけども、うん、県内で避難しましたと、なんだ事務手帳地域の問題じゃないかというふうにしていかないと、このね今の若い子たちの感覚も含めてね良くなっていかないのかなっていうふうに思ってるね、うん、自分の問題、はい、うんうん、ありがとうございます。なんかそこがしらけてるんですよ、うんうんうん、しらけてる、どうしましょう、しらけてるっていうか、つまりそのもう国が大丈夫だって言ってるのに、またあの人たちはあんなこと言ってるよ左翼とか、私も大学で教えてるんですけど、その大学生たちの反応がやっぱりそういう感じなんですよね。それでなんでそうなんだろうと思っていたら、あのそのさっきあの、出てきた青木さんの本が出た時の出版記念の時に、あの本の中で出てくるあのいじめられたあの、ね、子どものご家族、あの、確か、国家公務員住宅にいらっしゃるご家族が来ていて、その家族 の、 そのいじめられた当人の息子さんがちょっと言いたいことがあるんですって言ってお話をしてくださったんですよ。で何を言ったかっていうと、自分のクラスではあの自分の言うことを全然あの本気に受け取ってもらえないと。じゃなぜかっていうと、みんな朝日新聞のことをバカにしてるんですと。でそこは朝日新聞のことばっかだったんですよ。だって朝日新聞の記者が書いた本の出版記念パーティーだったから。でなぜかって言ったら、自分の友達たちが読んでるのはみんな産経なんです。なぜなら産経新聞、みんな新聞紙では読まない、みんなネットでこのスマホで読んでると。でそのスマホで産経の産経新聞の記事は全部タダだと。うん、で彼らは産経新聞の記事しか読んでない、なぜなら朝日は有料だから。で産経を読み続けていると、朝日ってダメな新聞社だなって、朝日が書いてることはみんな嘘だなっていうふうに刷り込まれるんですっていうふうに言った時に、そこにいた朝日新聞のちょっと年配の記者の方たちはへへへへっていう感じで、そんなことがあるんだな、でもそんなのは一時的な問題みたいな反応だったんですよ。でも私はこれはね非常に有識ことで、ものすごいあの若者たちにこう影響を及ぼしている。じゃあなんでタダで見せれるのかっていったら、そこにお金が流れているわけですよね。ですごい洗脳装置になってるんですよ。だからなんそんなあのデマなんだって、あそこが福島が危ないとか、あの福島 の、 その野菜とか作物が汚染されてるっていうのは、あれは風評被害でデマなんだと。でそういう教育にも、例えばその福島県中の小学生をですね、なんとかっていう施設に連れて行って、私もちょっとこの間行って撮影してきましたけど、あのいかにこう生活の中に放射線があるか、自然にあるか、でそれと共存できるんだっていう教育をやってるわけだし、この間のその、その服毒本にしてもですね、あの放射線と人間は共存できて、これくらいの放射線はほら全然大丈夫なんだよってお墨付きをこうね、国家が与えてる状態だから、そんなのがあるのになんで避難してるんだよっていう、避難してるんだっていう、そういうこうあの雰囲気とか空気とか、そういう意識をやっぱり意図的にあの金使ってやってるんだと思うんですよね。だって莫大な洗脳装置を作ってるわけだから。東京市民なんか一方でやっぱりその福島県内の子どもたちっていうのは、私も大学で福島大学でお話をさせていただいたことがあって、350人の生徒さんいらっしゃったんですけど、福島大学で話を、私は母子避難の話してくれって言われた時に、もう3ヶ月ぐらい前に言われて、もうずっと悩んでたんですよ。つまりちょうど彼女、彼らは小学生ぐらいだったはずで、どんな風に感じてるんだろうって、私が母子避難の話をしてどう受け止めるのかなって思ったんだけど、もう全部もう私が聞いてきた話、取材してきた話を全部そのまんまお話しして、で感想レポート一応書かされるわけですよね。でそれを全部印刷していただいて読んでいる中に、やっぱり自分は実はマスクをして生活していると、でそれを肯定してもらえたように思えたとか、あと私も実はお母さんと1年間だけ避難してましたとか、
一方で金曜日の先生と言ってること全く違うとかそんなことが書かれたりとか、あとその割と福島大学の行政学の授業を受けている学生さんたちだったので、自分はその県職員とか行政の関係に関わるから、まあ、そういうことがあるということをちゃんとこう覚えておきたいみたいな感じだったんですね。一方その高校の先生とかにお話を伺うことがあるんですけど、年々子どものがこの原発事故があった県に生きているということを意識していないということが分かる。あるこれ私記事にも書いたんですけど、演劇をやっている先生が自分東京でですね、福島の、子どもたちが小学生だった時に被災をして、じゃあ演劇をその時の経験も含めて、あの時経験した小学生たちが高校生になりましたって演劇をしますっていう、そういうのを東京でやるからっていうので、みんなどうする何するって聞いた時に、事故のこと何も分かりませんって今の高校生が言ったそうなんですね。でその時やっぱりその避難をしなかったっていうことが、それ郡山なんですけどね、避難をしなかったってことがやっぱり親の気持ちとして、やっぱり子供を その避難させてなかったっていう意識から、こう原発事故とか怖い情報を遮断してたところがきっとあっただろう。でそれを想像すると私も分かるんですよ。もし避難しなかったで自分の子供がいた時に、やっぱり怖い話あまり聞かせないたくないかもしれないなっていうの、ちょっとなんかこう想像ができたんですけど、で その中でこう成長していた中で、本当にこう語る言葉を持っていないっていうことを高校の先生が教えてくださって、一生懸命その子たちは劇をやらなきゃいけない、東京でやらなきゃいけない、そういうことを期待されてるんだから勉強しなきゃいけないって一生懸命勉強してたんですって。でそれを見てやっぱその高校の先生は、なんでこの子たちだけこんなことしなきゃいけないんだ、全国でその高校生が原発事故って何があったのっていうことを、みんなでこういう気持ちでやったらいいんじゃないのって思ったんだよねっていうのを言ってくださって、本当に思ったよりも子どもたちの中で空間が進んでいて、一方でその避難をした先でものすごくこう周りが理解してくれなくて傷ついて学校に行けなくなっちゃったっていうような、同じ年代の子どもたちがいて、本当にこうグラデーションがあるんだなっていうのは感じますね。でもだからこそね、それはね、その知らないっていうことは、その線量が高くなった福島に住みながらそのことを意識していないっていうことは、やっぱ自分で自分の身を守るっていうことがやっぱできてないっていうことですし、チェルノブイリだとやっぱり保養に行くっていうこと自体が、その行く子どもたち全員が何で行くのかっていうことを理解してるし、自分たちが1ミリシーベルト以上の地域に住んでいて、それは自分たちは被爆者なんだよね、被爆してるんだよねっていうことは国民の認識になっているわけだから、だからその余計なそのね、放射線は安全だっていう洗脳教育に使ったお金を保養にね使っていただくとか、まあ、だから先ほども言ったそのオリンピックに使うお金があるんだったら、きちんとした安全その生活保障をするお金に使うとか、そういう使い道が結局は破綻する方に使ってる税金の使い道じゃないですか。コミュタン福島なんかもすごいですよね、グーチョキパーで放射線が防げるっていうようなゲームがあったりとか、あとリプル福島っていうのが去年8月にできているんですけど、プロジェクションマッピングでこうちょっと壁を触るとこうバーって可愛いトラックが放射性廃棄物を運んでいったりするんですね。で放射性各種がこう本当に可愛いアニメになってたりとかするんですけど、それ6号線上の富岡町にあって、誰が来る、もう本当子どもさんここにいずれ来させるつもりなのかなって思ってびっくりしたんですけど、そういうそのやっぱ教育というか、その子どもたちにどう震災を伝えていくかっていうのは草間極端なので、ね、一生懸命やってる。あれでしょ、コミタンは小学校5年生の必須量なの、バスに補助が出る、途中でいいですか、どうぞ、はい、いいですか、ありがとうございます。だいぶ現状が分かってきたっていうことと、それから今お話を伺って、報道のあり方
それから教育の中で子どもたちどういうふうに伝えているかっていうことが浮き彫りになってきたと思います。で後半はですね、じゃあ私たちこれからどうしていきましょうかっていう話をしたいと思うんですけど、意見なんですけれども、先ほどからオリンピックのことが言われてるんで、それについての前向きな意見だと思うんですけども、要はそのオリンピック見たいな、半分楽しみでもあんまり避難者の方もらえるし言いづらいな、まずいなっていうことじゃなくて、積極的に僕はオリンピックをもうやられるわけですから打って出るべきじゃないか。要するに一番問題なのは被爆させていいの世界の人々と僕は感じてます。要するにアスリートや世界の人々が集まってきますから、その方が福島なんかでもソフトボールとかいろいろやりますね。でそういうことをさせていいのっていう、これ価値観の問題が一番問われてて、結局はその今おっしゃったようにチェルノブイリではもう1ミリシーベルトうんぬんかんぬんはすごく緊張感を持っておられる場所ですよね。それからそういう韓国にしても台湾にしても今まだ輸出制限してるんですね。福島の台湾だけじゃなくて茨城だとか千葉の製品も阻止してますね。そういうところの方々が来るわけですよ。だからその人たちに果たして被爆させていいのかっていうことを考えたら、このオリンピックを利用してというのはおかしいですけど、逆にとって世界の方に日本がそういうことを押し付ける、人々に価値観が違う人々、あるいは基準が違う人々にも日本風な勝手な文化と、文化までいきませんけども、そういう押し付けをしようとしているということをやはり叩いた方がいいかと思ってます。あ、ちょっと待ってね、先に手を挙げた方からしゃべる。私方答えさせてください。あ、オリンピックの件があったのでということですね。はい、どうぞ。はい、私の方からお答えします。確かに、原発事故による放射能汚染、これはオリンピックや万博を誘致する上でマイナスです。決してプラスではありません。しかし日本は治安経済が安定していると、その中で当時スペイン独行を抑えて2020年の夏のオリンピックは日本の東京に決まったんではないかと思います。はい、はい、ありがとうございます。では次、先ほど、お手を挙げてた方は前の方ですね。よろしいですか。はい、どうぞ。2回目でちょっと恐縮ですが、はい、今度は質問じゃなくて、はい、意見、はい、今宇都宮さんがね、私と同じ法律家で非常にコンパクトにかつ行き届いた論点をね整理されていたんですけど、ちょっとその中でも私補足するとしたら2点あって、一つはなんだあなたがおっしゃった要するに住宅政策全体の中のその元々の普段のねこのあれが弱いところに非常時の問題がかぶさってくると、この類乗するというお話ですけど、同じ問題はね、ぜひもう一つ一点挙げて考えていただきたいのは労働法なんです。労働法制が戦後のいわば民主的な法制、その典型的なもの、それをね改変に次ぐ改変で、まあ70年代以降ですね、でもうめちゃくちゃになってる今ね。でそういうもとでつまり不安定雇用がこれだけ多くなってる、こういうことがベースにあると思います。それが第一点。もう一つ、まあたくさんあるんですけど、私は1980年から災害法ちょっと学会で一番初めて全国研究会を開いて、その事務を担当したものですけども、どうもこの国の政府がね、その大災害、例えば阪神大震災の時、私随分いろいろ書きました。それから今度のあれもね、
あの大災害っていうのはね、千載一遇のチャンスだっていうふうにこの、 あの人手なしの、 あの国は思ってる。チャンスだと。チャンス、チャンス。どういうチャンスかっていうと、つまりあの両方ともね、あの箱物ってさっき言いましたよ。例えばあのこれは原発ではないですけども、儲けるチャンスだ。儲けるチャンス、儲けるチャンス。あの海が見えないほどの防潮堤を作りましたよね。それからあの人を追い出しましたよね。あの一番便利なところで、あの港湾に近いところの人たちを追い出して、うん、山の上で高いあの土地代を取り立てて家を建てさせて、そこはあの企業に、あの東京の企業に安くあの分譲する、こういうことをね、あの平気にする国です。あの阪神大震災にもあったから、それで、ね、うまくいったもんだから、もっとあの輪をかけてやりだした。で、私がね心配するのは、あの今破綻状態ですよ、日本の国の予算が。で、あのこういうところに使わないで、そしてそういうところにどんどんじゃんじゃんあの浪費していると。でかつ今国際的に見ると、今アメリカのドルが破綻状態です。どんなことになると思うんですか。でかつ日本の政府はこの原子力あの発電政策はそうですけど、あのアメリカ あの戦争政策ですね、核政策、これに規定されているわけで、あの今もあのとにかくそれ 前のめりになって、あのなんか欠陥なあれを100何機もいっぺんに買おうとしている。そういうことでものすごい浪費をね、あのつまり国民にとっては あまりありがたくないものに使っていて、さんはね社会意識の問題に焦点を当てて、それもあの誠にその通りだと思うんですね。あのそういうふうに思うんですけども、それもね、今 あの全体構造の中で、あの私は福島の中のいろんなあれを見てて、社会構造、あの自然に成長したものじゃなくて、日本人だからそういうことになってるんじゃなくて、人工的に作られている、あのそういう構造をなしている、あの政治構造と社会構造ですね、これはこういうものになっているところでね、これだけの浪費をして、あのもう国家の破綻状態になってて、そうするとある時にね、パニックが、あのドルが崩壊するともう日本あの大変なことになりますからね、あの生活していけない。そうするともうそれこそあの避難者どころの話じゃないっていうようなことにねなりかねないんだよ今。あのこれだけでもひどいけども、でももっと大災害がね襲ってくる、こういうふうにな私は危機感をあの持ってるんですけども、それもねぜひあの運動の方には論点にしていただきたい。以上です。ありがとうございます。他にも関連の方いらっしゃいますか。お二人、じゃあ続けてお二人、はい、お願いします。健康被害のことで1ミリシーベルト、それから20ミリシーベルトですよね。それでまあその健康的にどう影響があるかっていうところがですね、やっぱりあの理解されないと、なんていうんですかね、これから先あのそこの話がそのもっとあの分かるような形でですね、はっきり分かる形であの、話がこう展開していかないとあのいけないんじゃないかと思うんですよね。でまあ、これが多分先に、まあ、何年か先になったらがんの発生率とかですね上がっていく可能性あるんですよね。まあ、そうなった時にじゃあその被害はじゃあどうするんだと、誰が責任があるんだっていうか、どういうふうに補助するんだみたいなことになった時ですね、これ大変な問題になってくると思うんですよね。だからこそあの厚生労働省が、ね、広島長崎に原爆を落とされて以来、被爆者のことは厚生労働省がずっとやってきたんですよ。だけど今回福島が起きた時に厚生労働省は一切関与していない、環境省に丸投げ、つまりそれは被爆問題を福島ではやらないぞっていう国の意思の表れなんですよ。だから医学会、厚生労働省が健康影響調査を国家のプロジェクトとして統計を取ったり、あるいは記録を残したりということを一切やらないっていうことをまさに今やってるからこそ健康問題が空洞化しているわけですよ。でそれについて話そうものなら科学的根拠はどこにあるのかっていうのを医学会のトップとかがその医師に突っ込んでくるわけですよ。
でももう本当にそういうことをやらせない、そういうことを研究する予算を出さないっていうことがやられているからこうなっているんですよね。まさしくおっしゃる通りだと思います。それが大事なんだと思うんですけど、それはまさしく家中の栗を拾ったりとか猫に鈴をつけたりとかっていうことを誰かが今の現状の中でやらなきゃいけないっていうことになっています。1ミリ20ミリって数字ですごく惑わされると思うんです。私は引き位置はない。だから結局被爆っていうのはしないに越したことはないんです。私はすごくそう思っています。医療関係でも必ず従事する人はプロテクターを着て必ず入ります。で、私たち医療に携わってた人間は妊娠してませんか、大丈夫ですか、あとお子さんなんか小さければ小さいほどなるべくは放射線を浴びさせません。それをずっとやってきたんですよ。それなのにことこの原発事故が起きて1ミリシーベルト20ミリシーベルト以下は安全だなんてそういうことを言い始まったんですね。でもこれは絶対被爆はしないに越したことはないんです。だから津波の時に高く早く逃げろっていうのと一緒で、被爆だってやっぱりできればしないに越したことないんだから、そこから逃げることが一番安全だと私はすごく思うんです。だから数字に惑わされないで、やっぱり障害を持ってる人なんかすぐ逃げられませんよね。私たち健常者はすぐ走っていくことができても、車椅子だったり自分で他人に力を借りない人なんかはすぐなんか逃げれませんよ。そういうことのためにこの国は唯一の被爆国なんだから、やっぱりこの被爆のことに関してはやはり私は声を大きくして子どもたちに絶対教えなくちゃいけないと思うし、鎌田先生が言ったように福島に今いる子たちは関東もそうだけど、当時被爆させられちゃったんですよ、事故を起こして。だからみんなその避難の権利もあるし、保養に行って保養の権利だって私あると思うんですよ。みんな全員あるんですよ、福島の人間じゃなくてその隣県の人たちが。だってここが危なくて、ここが危な、ね、危なくないとか、そんな誰がそんな勝手に決めるんですか。やっぱり危険だったら逃げていいし、避難の権利はあるし、で命を守る権利は絶対あるので、その1ミリ20ミリシーベルトで決めないでほしいと思います。主任者です。私は茅野の目の住宅 の問題でですね、先ほどから説明があったように80世帯ですね、東雲の区域が避難者がいらっしゃると。でその中でつながりのあるのは、10人ぐらいでですね、あとの、先ほど3割しか新しい住まいが決まっていないということで、あとの7割がまだ決まっていないということになるわけですけども、こちらともつながりが取れませんし、行政の方からもわからないということで、こちらとしてはつながりのある方に支援をしていくということしか今のところできないんですが、先ほど収入とか世帯要件とかですね、の問題でなかなか問いに入れないということで、実は2月の28日にですね、東京都議会に対して陳情を出してきました。で、問題はやはりその、新しい住まいが決まらないのは、確かにその収入が少ないから民間には行けないと。そうするとやはり都営に入るしかないわけですし、そういう都営に入るにも先ほど言ったようなさまざまな条件があって入れないと。で申し込んでも一般申し当選できないと、そんな状況で、そうした都営住宅 の制限を撤廃してほしい、撤廃あるいは緩和してほしい、あるいは特定入居、公営住宅法 の特定入居とかですね、今こそその、
この切羽詰まった時期の中でそういうことを緊急にやってほしいという、まあ、陳情を出してきました。でただ時期がこの陳情が6月議会ということで、もう間に合わないという、まあ、その流れでいくと間に合わないんですけれども、3月の下旬に、まあ、この陳情が全議員に配られるということと、あとは議員を通じて都議会議員を通じて議会の中でこの問題を取り上げてもらうということもできるということとかですね、あるいは、まあ担当部局に対して態度を要請していくと。で福島の、まあ、避難者なんですけれども、東京都に住んでいる限りは都民なわけですね。ですから 都の責任もあるということで、まあ、そういうところを都内の方いらっしゃると思うので、まあ、都議会議員について、まあ、そういうことを要請してそれぞれしていただきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。今まで法律とそれから労働それから経済含めた、まあ、政治の話、それから、まあ、さっき数字の話が出ましたね。それから今の方のように都議会にその陳情を出されたという話がありました。最後にごめんなさい、ちょっと時間の関係で、すみません、一応そちらの読み解き集の方で一応僕も書いたものなんですけど、ホットスポットのところ4ページ書いたものなんですけど、先ほど富岡の話で触れたんですけど、富岡のちょっと少し環境の悪くしているようなところで検体取ったら20万ベクレル近く出てるんですよ。除染後です。これ除染前だったらもっと全然100万とかそういうレベルだと思います。で取った時期も2017年とかなんですよ。その時期で除染した後でそのぐらいなんですよ。でちょっと表面削ってるんですけど、それでもそのぐらい残ってるって、10万ベクレル以上の超えてる指定廃棄物ってコンクリート構造の中に入れなければいけないっていうのがあるんですよ。でただ環境基本法というか土台法の方では土壌の方っていうのは廃棄物の方とはみなしてないんで、僕が取ってきたものは土壌になっちゃうので廃棄物にもならないんですよね。だからこういった法整備すらもされてないっていうことは、ちょっとその環境中にばらまかれたものはベクレルの方でのやっぱりその基準っていうのは本当はゼロにもう本当に限りなく近いっていうものが本当は理想なんですけど、何らかのやっぱりその規制っていうものはやっぱりやっていかなければいけないのかなっていうふうな一つ一点あります。法律は必要です。やっぱりそれがないと多分何も今後されないと思いますし、そういった状況で避難解除されちゃってているっていうのが現状です。飯舘村とかもやっぱ10万ベクレル超えのもの除染後ではありましたし、あとは浪江もそういうものがやっぱありました。ベラルーシは土壌のことはすごくね、その居住の基準にしてますし、だから空間占領だけではなく土壌もシビルの中に換算をちゃんとしてるんですよね。はい、だから半々空間半分土壌半分にして、で1ミリシベルトを超えたら、はい、いろんな防護がある、防護政策があるって言って、それで400ぐらいの法律を作って住民を守ってるわけですから、確かにその心情としてはね、絶対少しでも望まぬ被爆をしない方がいいに決まってますけど、こういうことが起きた以上やっぱり法律で法制度で厳しく規制していかなければいけないと思う。その法律が日本はズブズブになって、そうですね、ズブズブ、もうないっていう状況ですね。そこをなんとかしなくちゃいけないっていうことですね。あともう一点なんですけど、水元公園の土壌の採取許可は取りましたので、取りました。で15点今平方メートル換算できる土壌の方は取りました。エリア別に ABC っていうエリアなんですけど、かなり広い公園なんで93万ヘクタールぐらいでしたっけ、なんだっけ、そのぐらいかあるので、ちょっと15検体取ったんですよ。で中には C ブロックっていって、松戸市 と三郷市の境のところって、あれって環境省にも確認したんですけれど 0.23 はっきり超えてるエリアがあったんですよ。なんですけど除染のするような何でしたっけ、汚染状況重点調査地域の方にならなかったんですよ。その経緯もちょっと割愛しますけれど、ここは
そういうエリアにならなかったので、そのまま残ってるんですけど、空間線量 0.09 とか 0.11 ぐらいとか1メーターとかである状況なんですね今。でそこの土に関してはおそらく、600とか800とかベクレルぐらいは出ると思うので、キログラムあたりで、平方メートル換算するとおそらく4万とか6万、ベクレルぐらいですかね、1平方メートルあたりぐらい、そのぐらいは出る可能性があるので、ちょっとまだ測ってないから分かんないんですけど、一応そういったことがあります。ホットスポットに至っては1点すごい高いところが、1点というかいくつもあるんですけれど、すごい一番高かったところが1メーターで 0.6 マイクロ、まあ地表で3マイクロぐらいのところあったんですけど、まあ、そういうところがあったので、そういうところも含めてちょっとそのデータで出していきますので、ちょっとその共有をしていただければと思います。以上です。はい、どうもありがとうございます。素晴らしいですね。なんかいろんな方いらっしゃって、最後って言ったんですけど、じゃあお一人最後、はい、はい、お願いします。311、ああいうことが起きるぞ起きるぞと言ってきたんですけど、ちっとも広がらなくて、結局福島原発事故を迎えてしまったっていう思いがとてもあります。で、その311よりずっと前に政府が、経産省があれこれやってたことで、放射性廃棄物っていうのを何ベクレルっていうふうに決めようかっていう、そういう審議会みたいなのもあったんですね。その時100ベクレルだったんですね。でそれを私たち今食べてるんですよね。で私はとにかく311からもう全く変わってしまった、状況は変わってしまったって思ってるんです。で、やっぱり伝えていかなければいけないと、政府が何をしようが法律ができていなくても、とにかく人から人へ伝えていくことがとっても大事だと思います。で311の頃、大阪関西に住んでる人はなんでいつまでも東京にいるの、早く避難しなさいよって散々言われました。で私は横浜に住んでたんですけど、横浜から東京に縁があって住まなきゃならなくなった時も、東京の人に線量の高い東京に引っ越してきちゃったのって周りに言ってました。でやっぱりみんな自覚を持って、そういう、それで周りの人、近所の人、家族の人、友達、親戚、自分の周りからやっぱり伝えていくことがとっても大事だと思います。ありがとうございます。お返しします。はい、ありがとうございます。本当はこの中にですね、避難で、都心に住んでらっしゃって、今日この会場に参加されてくださっている方もいらっしゃいますよね。本当にありがとうございます。私たちは一緒に、やっぱり一緒に考えていきたい、生活者の一人としてそれぞれが考えていきたいというふうに思っていますが、最後残る時間の中で、スペシャルゲストのお二人と、それからスペシャルではない、というわけではないんですが、はい、松本さんはちょっともうね、すいません、宇都宮さんと瀬戸さんと私はですね、もうずっと運動長いもんで、すいません、ちょっとこんな友達のように話してますけども、最後のところで宇都宮さんからは法律とそれから経済含めた先ほどの論点のところでちょっとコメントいただけたら、そこに集中してコメントいただけたらなと思いますが、最後ちょっとコメント用意していただいて、その前にですね、ちょっといくつかお知らせがあります。斉藤さん、皆さんの資料の中に、原爆の図第10部署名を見ようというのが入っていると思います。来週の月曜日から3月9日の土曜日まで、セシオン杉並で丸木入俊さんが書かれた原爆の図焼津、この原画を畳8畳ぐらいのものすごく大きな絵なんですけども、それを持ってきて杉並区の人に見てもらおうということで、杉並区以外の方も見てましょう、以外の方もそうですけれども見ていただこうということで今やっております。で被爆者の方が今85とか、大変もう年齢が上なんですけれども、もう本当に必死になって今この活動に
力を入れています。あと障害者団体の方とかいろんな団体の方が今ここに入りながらやっているところです。で、被爆者の思いは一言で言うと、自分の苦しみをもう二度と味わわせたくないし、自分が生きてる間に核兵器禁止条約をやっぱり、したいと。しかしそれは難しいけども、ようやっと光が見えたところなんで、みんなでやっぱり頑張っていきたいっていう思いが非常に強いですね。それを一緒に、僕は事務局長やってるんですけども、非常に感じています。あともう一点、実は僕は福島の子ども雇用プロジェクトの杉並の方もやっておりまして、とりあえず10年間やろうというふうに言ってきたんですけれども、実はカンパする人がもうそろそろ勘弁してくださいっていうのがかなり声になって出てきています。で、そういう意味で言うと今日の話はとてももう一度福島の現実とかそういうホットスポットを含めていろんな問題について、もう一度私自身がその考えなきゃいけないことがたくさん提供されてよかったというふうに思っています。で、杉並は2つ面白いことをやっておりまして、杉並の区の職員の労働組合の女性部が毎年1回必ず福島に行ってます。で、それがものすごい大きな寒波の力になって、40万から50万ぐらいの金がそこで集まります。あと液頭寒波やってます。ものすごくひどい人いるんですね。お前らまだやってんのかってこうやってね、挑発的なこと言ってくる人もいるんですけれども、子供がお母さんじゃなくて自分の小遣いで5円でもいいですかっていうふうに持ってくる子もいるんですよ。だからもう数年間やってますけども、大変だけども、とにかく言い続けていけばそれに応える人がいて一緒に考えられる措置を作りたいなと思って今やってる最中です。3年後はどうするか、みんなで決めてこれやらなきゃいけないと思いますが、頑張っていきたいと思ってます。ぜひよろしくお願いいたします。商店会長もやっていますので優先的に発言してもらいました。ありがとうございます。それから杉並ではですね、明日は、杉並、安倍政権にノートを叩きつけるという大規模デモをやりますから、もしお時間ある方はですね、ぜひ、高円寺中央公園、あれ小島さんいらっしゃいますか、あれ小島さんいらっしゃいますか、13時半でいいですか、明日は集合が、はい、13時半ですね。高円寺に集まって、杉並区内の練り歩きでもします。よろしくお願いします。さて、ではご準備よろしいでしょうか。そろそろですね、はい、お一人ずつじゃちょっとコメント最後にお願いして、ではチェアさんからお願いしましょうかね。はい、トップバッターで今日は黄色くて素敵な、はい、お洋服、最近結構こればっか着てるんですけど、 すいません。私そうですね、今日ちょうどこうやってお話しさせていただく場に子供が2人いるっていうのが初めての経験なんですけど、当時小学校1年生に上がったばかりだった上の子にはですね、1年間同じ学校の献立と同じ給食と同じお弁当を作っていたんですよ。で、本当なんかそのことも思い返しながらですね、でもやっぱりどこかで私は その原発事故が原発がどこにあるかっていうことも意識しないで生きてきたっていうことの加害の意識っていうのがやっぱりあって、本当に交流会を開いた時にありがとうって言われるんですけど、私ずっとごめんなさいって思ってたんです。なんかこうもう本当そういうこと言わないでくださいっていう思いでこう来てくれる人に避難者さんにですね、そういう思いでやってたんですけど、もう阪神淡路大震災からその当事者と非当事者みたいなところもずっと悩んできて、私はその被害を受けていないのか、でもどこかで埼玉はもう埼玉にだってやっぱり汚染はあったなとか、こう いろんなことを本当にこうもや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 悩みながらずっとこう来てる中で、やっぱりこれはいい出会いって言い切れない、もし事故がなければ もしかしたら出会わなくてよかったかもしれないけれども、それでもやっぱり出会えてありがとうって思う人にこう出会えてるなっていうのもやっぱりあってですね、避難されてきてお母さんなんかがこう本当に対等に付き合ってくださるっていうのが本当にありがたいなと思います。ありがとうございます。であとですね、やっぱさっき松本さんもおっしゃってましたけど、本当に障害をお持ちの方が避難ができないような本当にこう弱いところに原発事故っていうのは全部こう何て言うんでしょうね、被害が押し付けられていく。で、私も今
さっきもちらっとお話ししましたけど、消防の取材にしている中で救急隊の方っていうのも活動をされていて、1号機が爆発した後も避難ができなかった足の悪いおじいちゃんをやっぱり救急車じゃないと避難できないんですよ。で、救急車は7台しかなかったんですよ、軍内には。その7台の救急車をもうひっきりなしに回して、そういう本当に重症の横になったまま避難してもらわなきゃいけないような人たちをこう搬送してた中で、そのおじいちゃんをもう本当にこう体格のいい方だったので、縁側のドアを開けて二人でこうなんとかマットで運ぼうとした瞬間に3号機爆発したとかいう、そういう話をですね、やっぱ聞いてると、もう本当にやっぱり避難ってそんな、本当に避難指示がなかった地域の方からも大変な話聞きましたけど、避難指示があった地域だって避難できなかったんだっていう話をですね、すごく思っていたりします。で、今日はなんかこういう貴重な場をいただいて本当にありがとうございました。もう本当に8年があっという間に経ってしまって、じゃあ状況があれからなんかこう良くなって救済が進んだのかっていうと、その保養は自利品になるし、避難した人たちはこうやって踏みにじられてどんどんまあ貧しくなってというか、私も福島の被爆の映画を作って上映してもですね、なかなかこれは厳しく、借金がますます増えていくような状況で、私こそが貧困の中に落ちている状態なんですけど、でもなんかこう今日の話を聞いていると、小さき頃のカノンは、ほとんど避難しなかった福島の人たちの中でとどまりながらも、子どもの命とか被爆からどう守るかっていうことを、一生懸命やってらした方を取材したんですけど、一方でその避難した人たちからは、掲げてくださっていてありがとうございます。あれはですね、その千崎観音のその後を取材しておりまして、10分の、ベラルーシのものもたくさん入ってるんですけども、ちょうど2年前に松本さんと瀬戸さんたちが区域外避難の人たち の住宅支援が切られるというところもたくさん取材させて、この中にも入っています。で、その中で復興庁 の人が今どれくらい、宍戸さんがね、質問、どれくらい福島から放射能が出てるのか、空間にはどれだけ出てるんだって言ったら、その答えが、この中にも彼は喋ってるんですけど、東京電力からは1年に1回報告を受けておりますと。で、その東京電力から受けてるその数値を365で割ると、毎日1日換算で10の16乗テラベクレル、1の16乗オーダーってどういうことかって言ったら、結局1000万ベクレルの放射性物質が空間に出ておりますと。で、それはこの2年、それは2年前なんですけど、この2年経ってもそれは変わってないと思うんですよね。で、じゃあその1000万ベクレルの放射性物質が放出されている原発が、福島以外の、例えばですよ、東海第二とか柏崎とか、あるいは伊方とかでそれが起きていたら、それは事故ですよね。そんだけ出してる放射性物質、そんだけ出してる原発がずっと存在し続けているっていう中で、どうして何でもないから帰れと言えるのかと。実際何でもないわけでもないわけですよね。だからそのどうもこう形勢はですね、やっぱり権力と資本力を持ってやりたいようにこの8年間やられてきているようにも思うんですけども、それでもなおやっぱり私たちが声を上げ続けていくっていうことがなければ、獲得できなかったこともたくさんあると思いますし、で、そういうことを続けてい、いく、そう諦めないで続けていくことがやっぱりこう形勢をやっぱり変えていくっていうことの、それしかないなと。チェルノブイリの人たちの話を聞いても、ソ連が崩壊して、それで独立したあたりは一番ひどかったんですよね。食べるものもないとか、もう政府が全然機能しないとか、そういう中で今の
今その日本がやってる防護対策よりも、もう何十倍もいい政策をですね実現できているので、私たちにもできるっていうふうに思いますし、やる気を出して諦めないで落ち込まないで、やっぱりこの続けてつながっていきながらやっていくっていうことかなと思います。で、なんか避難の避難しなかった人たちを私が福島で撮ったので、避難した方たちからだいぶその批判をいただいたんですね。避難した人を撮るべきじゃなかったのかという批判もいただきました。でもそのほとんどが避難しなかったので、私はその人たちがどう生きて福島でっていうことを、まあ、撮ったんですけど、今日こうやってここに参加させていただいて、なんか避難した人たちの苦難を描くことも必要だなって、こんなにひどくなるというふうには予想だにしなかったところまで追い込まれていらっしゃるし、それがいかに必要だったかっていうことをもう一回総括するようなことを映像でやることも必要かなと思いましたが、いかんせん資金がやっぱりすごく大変なので、どうなるのかな、どうできるのかなっていうことをちょっと今考えました。本当にこういうところに機会をいただいてありがとうございました。議会対策で、福島県議会の女性の比率は 8.8% なんです。で、これと大きいんですよね。で、その半数以上が共産党なんですよ。で、議会を見ると分かるけど、全くね、そういう意味でそのジェンダー視点というか、そういうことも含めて欠けてると。で、いろんなね、避難問題やると、多くのパターンは、そのお母さんたちがこれだけやっぱり不安だと言うんだけども、その抑え込んでしまうやっぱり雰囲気があると。だから本当にその変えていくというね意味合いで考えた時に、このね政治の中の女性の参加の問題とか、そういう問題やっぱりしっかりやらないとこれ本当にまずいね。もう県議会に行くと必ずそう思う。で、今日そのねそのジェンダーの問題がなかったから、今話がなかったからちょっとあえて言ったのね。大きいね。そうだから本当にそのね参議院だとかその地方選挙の中でそういうことをねやっぱりしっかり考えていかないといけないと。それで最後に言って、僕はその原発避難者に対しての今回のやり方はね、ある意味で僕はヘイトだと思ってる。申し訳ないけど、ね、だったら福島に帰れってね、これ聞いたことないですか。だったら朝鮮に帰れとね、とかね、外国人その技能実習生の問題でも、だったらね自分国に帰れと、そういうことが起きてるんだというふうに思ってます。それで僕はそのスペシャルでもないし、ちょっとあえてねそう嫌味で言ってなくてね、何を言ってるかというと、結局その日々の中で今日もねその個別のね支援をやってここに来たんだけど、僕らはここで今論議してるけども、その当事者にとってみたらキリストなんだよね。だから僕はその国会でも何人かの議員に取り上げてもらったんだけど、立憲民主党のね山崎誠議員がずっとこの会一緒にやってきてくれていて、僕は本当にあえて言いたいんだけど、今回のそのホットラインのね記者会見やった時に山崎議員が謝りに来たのよ。本当にごめんと、何もできなかったと。で、彼はできないから今一生懸命ツイッターでねホットラインの宣伝をやってくれてるわけで、本当にねこういうようなその原発事故被害者の切り捨てやいろんなその人権問題でいろんなその切り捨てをされる中で、本気の政治家がやっぱりどれだけいるのかなというふうに思うわけ。さーっとさこの問題が終わるとねいなくなっちゃうわけですよ。で、その被害者は4月以降もね苦しんでるだろうと。だから一生懸命支援活動をやると。で、この避難者問題で人の住宅で言うと、僕らが今ねずっとその個別支援をやっていて、最後何しようかと思っているのかというと、その本当にどうしても出れない人たちだとかいるよね。その人たちについては全部僕ら真ん中に入るんです。だからもうね必要な電話かけをやめろとね、そういうことだとか、4月以降になって
ってその居住を継続した場合の2倍請求をすると言ってるから、それについてはさせないと。だ要するにある意味で体を張り始めるわけですよ、ね、その本人行為の中でそういうようなその局面になってしまったということに対しての我々のね、その支援側のここまでやっぱ来てしまった責任っていうのはね、非常に本当に申し訳ないと思ってる。ずっとねやってきて、だからそういうその状況だということについてはね知っておいてほしいし、僕らもやっぱりしっかりね発信をしていきたいし頑張っていきたいと思います、うん、はい、ありがとうございます。通れないようにしてもらいたい。ですね、私は最後に、ずっとあのこの3年近く瀬戸さんの背中を見て、来て、あの支援をする方、受ける側という立場を超えて、やっぱりあの福島にまあとどまるを得なかった人たちも声を上げていいんだと。そうじゃないとそのなんていうかな、保養にしてももうとにかく福島から保養に出かけていいんだと。で福島の人たちも声を上げて一緒に私たちも声を上げるべきだと、ずっと支援をしてくださっている人たちの後ろ姿を見ると、私たちがやっぱり先頭を切って、それこそ福島にいる人たちも声を上げていいんだと。全然何にもそんな悪いことないし、私たちがこのなんていうかな、避難の権利を絶対みんな、私もそうだし、この日本、まあ、世界もそうですし、みんな同じ立場なので、その支援をする方とか、瀬戸さん今支援をする方としてっておっしゃいましたけど、そうじゃなくって支援をする方とかされる側というようなこう区別した考えはもう切り捨てないと、これはもう本当に子どもたち、そして障害を持っている人たち、今本当に困窮されている人たちを救い出せないと、私はすごく瀬戸さんをもう見ながら今本当に考えています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。瀬戸さんお願いします。すいません、まあ、今日瀬戸さんとかね松本さんの話とうとう聞いて、まず原発事故は終わってないということですよね、福島原発事故。それで、まあ、日本の反原発運動を再稼働させない、そういう運動は続いてますけど、やはりもう少し原発事故はもう起こってしまって、そこで、こういう被害が発生して、それこそ貧困で苦しんでる、そういう人たちの問題を原発運動は一緒になってですね、向き合って反原発を訴えていかなきゃいけないんじゃないかなと、まあ、その辺がもう少し力を入れてべきだし、入れてくれたらなというふうに、思います。それから非常に今の政治体制とかは政治家の中にもこういう理解が少ないわけだけど、結局はそれを変えていくのはですね、当事者とかそれを支援する人たちが声を上げていかなきゃいつまでたっても変わらないですよね。それで、まあ、同じような問題、沖縄も同じ問題を抱えていると思うんですね、辺野古の問題もね。ずっと辺野古に基地を作らせないと。だけどそれを無視して県民投票でね、あれだけ民意ははっきりしたのに、もう翌日からどんどん、何事もなかったかのように工事を続行してると。だけど沖縄の人はそれで諦めるんじゃなくて、まだ運動を続けようとしてますよね。今回の県民投票はなんか本山さんっていうですね、学生、もう今学生、大学院生、の人が呼びかけて、県民投票条例を作って、そしていくつかの市町村がそれに参加しないと言ったら、ハンガーストライキをやったんですね。まあ彼のそういう行動が状況を変えたと思うんで、たった一人の行動がね、まあ、そういう沖縄の運動にもね大きく、
学ぶ必要があるんじゃないかなというふうに、思います。で先ほど の, あ, のあとその何ミリシーベルトが危ないのかというあれですけど、まだそういう科学的なあれは十分出てないんですけど、一応こういうあの弁護士の世界とかですね、法律家の世界は環境問題というのは予防原則っていうのを軸に考えないといけないと。なぜかというと、まあ、あの水俣病なんかお分かりのように原因とかあれ分からなかったわけですけど、それがあの水俣病だと分かった時はですね、もう被害があの、出ちゃってるわけですよね。その段階で対応策取っても、その水俣病自体を防げなかったわけですね。だから危険性がある場合はあらかじめ予防的に対応を取らなきゃいけないということと、それから僕は海人さんに聞いたんですけど、海人さんはその原発の現場で働いてる作業員のですね、労災問題をかなりやってて、でまあ先ほどちょっとね生徒さん言ったけど、電力労連とかね、そういうのは正社員なんですね。で正社員は現場作業はほとんどしなくて、現場作業やってるのは下請けなんですね。下請けで非正規の労働者で、そこが一番被爆をするわけですけど、そういう人たちが、労災、体を悪くして労災事件やってるんですけど、ある労働者の場合は被爆量が80ミリシーベルトになった時に白血病を発症して、それが労災と認定されてるんですね。で80ミリシーベルトっていうのは今20ミリシーベルトで帰還させてますから、以下で4年間で蓄積されるわけですね、体の中で減っていかないわけです。だからそういう危険性があるような裁判例はいくつか出てるということでね。だからそういう、それはその人の体質とかそれもあったのかもしれませんけど、まあ今、ね、オリンピック選手でね、なんか女性池江さんがなんか白血病らしいですけど、こういう被爆労働者の中で、現場作業をやってる人でそれを発症した人がいるので、ずっとこういう予防原則で厳格にやらないと被害が 大量にも発症する段階ではもう遅くなるわけですね。だからこういう環境政策では予防原則というのがあるということですね。それからあとですね、私週刊金曜日の編集員をやってるんですけど、もうちょっと新しい号が出ましたけど、先週号はね 3.1 朝鮮独立運動 の, 特集号で、それで日本のテレビっていうのは3.1 運動でまた反日政策が強化しようとしてるっていう報道はやりますよね。だけど3.1運動は何だったのか、それからどういう運動だったのかっていう中身はほとんど日本のマスコミは伝えないですよね。でこれもともと今から100年前の2月8日に日本国内の朝鮮人の留学生が今のお茶の実の YMCA 会館というところで独立宣言書を作って発表するんですね。でそれを一部を持ち込んで、朝鮮半島の人たちにそれを、渡して、でそれがきっかけになって、朝鮮半島の中でも、独立を、求める運動が一気に広がっていくんですけど、2ヶ月間 3月から5月のですね2ヶ月間ぐらいで、あ3ヶ月ぐらいで死者が7509人、負傷者が15850人、逮捕者が46306人出てるんですね。これ もちろん、警察とか軍も出て弾圧するわけですけど、そういう犠牲者が出てるっていうことがあまり報道されないままにですね、なんか反日 3.1 独立運動は反日だということを決めつけてますけど、そういうところもやっぱり日本の報道の姿勢っていうのは非常に問題があるなということでですね、まあ
産経新聞がかなり金をもらってですねやってるのは分かるんだけど、やはり、それに負けてはダメですよね。私たちがもっと声を上げていく。それから、朝鮮半島では特に韓国ではそういう既存のメディアに対抗するメディアを自分たちで作るような、運動も広がってますよね。この前私は東中野のポレポレっていうところで共犯者たちっていうのを見たんですけど、そういうストライキ、報道の自由を守ってストライキをやった労働者が次から次へと解雇されるわけですけど、そういう人たちが新しいメディアを作って権力と戦っていくわけですね。でもうやられてもやられても、立ち上がっていく、まあ、そういうことが、まあ、韓国の場合今、キム・ヨナさんとなんか、こうロックシンガー人気のあるあれが歌を歌って、3456というのがこう、言葉として出てくるわけですけど、3っていうのは、まあ、3っていうのは 3.1 ですよね。で4っていうのは1960年の李承晩政権を打倒した学生運動なんですけど、学生運動この時はね190人ぐらい殺されてるんですね。それからオイルパル 5っていうのは5月18日の1980年の光州抗争で、ここでも数百人の人が亡くなる。から6月はなんか民主化抗争でね、で踏みにじられてもやられてもずっとそういう運動が続いていって、やっと民主化がなされてるんでね。だから非常にこの原発の問題は国家政策になってるから、非常に最終的には今の政権自体をですね変えていかないとなかなか今の対策は変わらないと思いますけど、だけどそれは一気に変わるんじゃなくて、粘り強い運動の中でしか変わりませんので、それ、まあ、先ほど瀬戸さんも言いましたけど、今年は統一地方選もありますしね、参院選もありますから、その中で本当に原発避難者の力になってくれるような人を統一地方選で押し出していく、から国政でもですね我々の代表を送り込む、でそういうような運動を、やる必要がありますよね。で必ずそういう人は私は出てくると思いますね。で そういう人を出すためにはまず、当事者の人がねくじけないで声を上げなきゃいけないですね。はい、避難者が4人まで避難してる方とか、あ、4人、立候補するわけ、それは素晴らしいですね。で私は今ね供託金権訴訟やってるんですけど、みんながね貧困な人が立候補できるような制度を作らなきゃいけないんですよ。供託金積まないと立候補できないなんてとんでもない国家ですよ。こんなのは先進国でも何でもないです。いろんな国で違憲訴訟をやって、一番直近のやつはカナダでは8万2000円の供託金が違憲だと失業者が裁判やって勝ってるんですね。アイルランドなんかでもそういう判決が出てます。お隣の韓国でもね、そういうまず選挙制度そのものを民主化する必要があるんですけど、まあ、我々の代表をですね、そういう人たちをやっぱり議会に送り込むような運動につながっていく必要がありますね。で沖縄はそれができてますよね、うん、で韓国もそれができたってことで、沖縄や韓国に学んでですね日本の中の、地方自治体の政治とか、国政を変えていかなきゃいけないと、でそういう意味で非常に当事者の発言というのは非常に重要じゃないかと。つまり出ていく人にねやはり何のために政治家になるのか考えさせるためにも、やっぱり松本さんたちが声を上げ続けるっていうのはすごく重要だと、まあ、一緒になってですね最終的には世の中変えなきゃいけないですね。はい、ありがとうございます。最後にですねホットラインのことでちょっとご紹介ください。はい、明日、僕は本当に杉並のデモに行きたかったんですけど、ちょっとそれできないんで、明日の11時から15時まで、17時までか、避難の協力センターでホットラインをやります。で、なかなかね、避難している人たちが具体的にどこに避難しているかわからないんですよ。
個人情報なくて、で後ろに今日来てる千鶴ちゃんがいて、彼女はもともとシールズ関西なんだけど、彼女が助けてくれてツイッターとかね、そういう関係でいっぱい問い合わせが来てます。だけども情報が薄いです。でツイキャスト今日入ってるんで、ぜひねこの避難のホットラインの方に避難者の人たちが電話をくれるようにお願いしたいと。で先ほど言ったように電話をくれれば僕らの真ん中に入りますね。でそういうことをやるんで、ぜひね声をかけていただきたいなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。ずっと喋りっぱなし、本当にご登壇の方で、ね、ありがとうございました。こちらですね、これは、はい、これはですね、今日あの夜、辺野古じゃない、沖縄のその県民投票ちゃんとこうあの評価しろっていうデモやってて、行きたかったんですが行けなかったんですが、これ森住さんが作ってるあの、カレンダーなんですけど、これのですね、あの売り上げがですね、辺野古や高江などの沖縄支援に充てられますということで、定価は1080円なんですけど、今日は800円でお譲りしますので、皆さん買って一部支援に回りますので、私にお声掛けください。はい、ありがとうございます。あと各書籍がいくつかと、あの避難者じゃないんですけどいいですかって入ってきたお母さんです。今もう私のむしろ私のお母さんみたいぐらいにあのダメな私を、じゃあ私ダメな私を本当にいつも助けてくれて、日本無民党っていうのを瀬戸さんとですね、あの結成してらっしゃって、あの本当にあの何でしょう、人望なんて今あの本当に私がさっきあの偉そうに開いたみたいな交流会言ってましたけど、はい、交流会の代表やってらっしゃいます。あの本当に頑張ってるお母さんなので、ちょっと一言。皆様遅くまでお疲れ様です。ポロロンという雑誌の代表してて、最初は私避難者でいいですかなんて塩らしいことを言ってたんですが、8年経つうちに心も体もドーンとしてしまいまして、はい、ずうずうしく生きています。で避難先でいろんな方が助けてくださるし、今日もこんなに皆様があの避難者のことを真剣に、当事者より真剣に考えてくださってるんじゃないかと思うぐらいご支援いただいているので本当に感謝です。ありがとうございます。ただ、避難当事者でも二極化してるんですね。もう大丈夫かなっていうことですから、連携して福島県内も外も支援者も避難者当事者もみんなで人権を軸にあのやっていくしかやらないといけないなと思います。ありがとうございます。頑張ろう、民党。パパよろしく。無民党は立候補しないと。はい、ありがとうございます。お付き合いいただいてありがとうございます。私たち今日からですね、今の現状を把握した、一員として一緒に、まあ、周囲の人にね、なんか口コミで広げたりとか、あのお話ししたり、それからあのもしよろしければぜひあの SNS とかで、こんな会があってこんなことを聞いてきた、そしてこういうふうに思いました、こういうふうに行動したいっていうのをですね、広めていただけたらと思います。ご登壇の皆様今日はありがとうございました。そしてご参加の皆様ありがとうございました。